やべえ、アートビングだ。はい、トンペイさんいらっしゃい。よし。ああ、この初代プレステの起動音ってなぜか宇宙を連想するわ。何なんだろうな、シャラーンっていうとこ。音ないはずの宇宙。ちょっと待って、あの音なんかグドットがぐしゃぐしゃ。はい、そんなわけで皆さんこんばんは。ちょっと動画を作るので、今月中にちょっとね、いろいろ調べなきゃいけないことがあって、その一環として今日は太陽の尻尾をプレイします。まあ短いスパンでこれ回ってくるね。スパンかわかんないけど、出たよ伝説のクソゲー。わらわら、クソゲーなのこれ。クソゲーとは聞いてないんだけど。はぁ、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 これをクソゲーと呼んでる人初めて見たな。所長こんばんは。こんばんは、ナムコさんこんばんは。なあこれ、ほーん。失礼。うん、長いね。なんかそうな、寝るとスキップできないから起きるまで待ってるしかないのがだるいんだよな。だるいのちょっと待って、えら、左右の人誰？人の土心が頭の中でごちゃごちゃになります。ほう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 。大だらぼっちだなっちゅうな。ナムコさんいらっしゃいって言ったっけ俺。言ったな。遅い。面白いってはなしも聞いたことあんまねえな。好きって人は聞くよね。え？飛ぶ？LR がなんかよくわかんないボタンだなこれ。飛ぶ。何これ取れないよ。ダッシュ。うるさいね音。ん？あ、ダッシュある。ハートみたいなやつ。それ全部食べ物だよ。どうやって食べんの？うわ、暗くなってきた。音ちっちゃいし。ちょっと待って、説明しようか。はい、あー、タナさんいらっしゃい。太陽の尻尾がいきなり難しい。食べる、投げる。コマンド決定。なんか宇宙。和光栄。なぎさんいらっしゃい。これ食べ物じゃないって、食べるつ、うな、な、寝た。ちょっと画質上げていい？画質じゃねえや。ダッシュしながら寝るのだけすごい好き。何それ。サラリーマン的な？ちょっと待って、あ、明るい。明るい。ちょっと画面止まるよ。起きるまで待ちましょうね。嘘でしょ。連打 Z がすごいな。日本だとこの Z に変わるものってないのかな。変な丸か鼻ちょうちんか。ちょっと待って、これどういうぐらいの長さこれ。ちょっと待ってよ。何すりゃいい。今回はちょっとプレステのゲームのある特集動画で作ろうと思ってるんですけど、たまごっちっぽい。このゲームを入れるべきかどうかちょっと悩み中なんですよね。昔やったけど全く覚えてない。放送でも一回やったけど、まあほぼやってないからさ。加速、コマンド、メニュー？え？ああ、なんだなんだ？おし、なんだ？そっちか。スタート。え？三角が急に使えたんだけど。食べる。足。足光った。顔が光った。ダッシュこれ？これ何このバッテンは。頭。は。頭光る。頭光る。わこつ？あい。いきなりは食べらんねえんだこれ。ああ、坂。坂。坂のやつ取れない。坂のと、あ、取れた。でも黄色かったぞ、今。Z さんいらっしゃい。太陽の使者と聞いて。太陽の使者ってなんだっけ？サンバルカ？絶対違う。マックスさんいらっしゃい。頭が青くなった、今。黄色くなったり、青くなったり。腕。鉄人28号。そっちか。新しい方か。
歌だけいいやつ。花なのかな、これ。どうもなんか十字架とかそういう硬いものにしか見えない。走れー。これは頭が黄色。青と黄色。もしかしたらバカになるものと頭が良くなるものとあるのかな？黄色はいいとかかな？胃腸は？体が緑、黄色？ん？葉っぱは腕だっけ？青いんだよな。これはなんだ？体が黄色。頭が黄色。これは？腕？腕青だっけ？腕青か。足が速くない。足はなんだ？どれだ？これは頭が。すげえなー。この突き放しぶり。しびれるね。久々にしびれる。おお、なんかいる。はぁ？怖い怖い。あ、体が黄色い。いやー、滑る。感性が効く。あ、投げた。食えないんかい？これ武器かな？夜になっ当ちゃう時ね。結構夢中で見てたから、それなりに面白かったと思う。あ、大量そう。の死者鉄人28号。あ、そう。あ、肉来たー。リターン。何が？何リターンって。え？生まれ直し？なんか戻ったね。寝たね。走って寝たね。スライディング。睡眠。なんだったの？リターン。へえ、このゲームの主人公は原始人。コネつクまさりんとムド私キたさんよ、ちの砂ご漠先祖でです。彼異らの常生異活は常毎な日がの、本能の餃子赴くままでがした。カクカクだったけど、はい。笑。ここ好き、ここ好笑。き？肉を持ち帰ると集落の人間がえ？増える、残機が増えるんだっけ。あ、え、リターンは正しかったの？彼らの生活は毎日が本能赴くままでした。寝たい時に眠り、お腹が減ったら落ちている木の実を拾って食べ、動物を飼って空腹を満たす。そんなワイルドでシンプルな生活を再現したのがこのゲーム。ほう。あなたはその世界にところで、この生きゲるーム、原始自人分ののお気守に入り。護霊となって、なるほど。え、守護霊なの？これ。あなたの取った行動はすべての原始人たちに受け継がれ、進化し所ていき長さまん、こす。んばんは。つまりあなたの行動次第でスーパー、とってもスーパーな新しい人種が誕生する可能性があるみたいな。そういうことらしい。犬さんいらっしゃい。あ、月曜日さんいらっしゃい。骨使うと戻っちゃう。どういうこと？使うと戻るって。触った瞬間戻らされたけど。戻っちゃダメな感じ？ 月曜シ日ンプ分ルでにこ言うのとどう肉まんいうのゲーグム？ループ代、というか初見プレイ、あ、初見プレイに若近い者ね。風、大量の尻尾ってはまい。た懐かしいタイトルはい。だ。いや、俺もこれ有名な割にやってないからやんなきゃいけないと思ってたのと、あと今回の戻る動画とにちょっと骨で必要塔をなんで、作る。塔を作る。なんかリトライみたいな。リターンみたいなのが正しかったの。あとこの青く光るのはダメなのかな？黄色。なんでもかんでも食ってったらわかんのかな？へへへへ。ムカつく。にじるさんいらっしゃい。ライザンバーとやっぱ忍者、待て、なんか栗みたいなの落ちてる。栗？画面遠いな。ちょっと。画面寄りたいな。何も変わんなかった。腹減りメーターとかないな。鳥がうるさい。塔を作れるのはマンモスの骨だけなんだよね。青くへぇ、光るのはコン成ペイ長してるト。部位。基本下がることはないはうっず。そ。忍者あ、コマ足。ンド。いいじゃん、ムカつく。頭。頭黄色かった。貝殻かな？食べたね、お腹だね。いやー、この、木のやつ何と違うんだよ。やかましいな、徹夜が。こういう突き放しぶり久々だな。今こんなゲーム作る勇気あんまないよね。生き残ってるメーカーに。任天堂ぐらいじゃん。役ありってなんなしんかでもす？安い。いや、訳あり。そう、動画を作るにあたって、動画を作るために必要なんですよ、これをやることが。雨降ったね。あとなんか処理が重いね。葉っぱを食べて腕が強くなる。胃腸は？
株主に速攻フルボッコにされそうなゲーム。ねえ、なんでもっと妖怪ウォッチみたいの作らないんですかって。でもこれ大好き。値段でありそう。そうね、そうそうそう、値段次第だ。こんなもん、しかもこれそんなに大人数いらないじゃん、作るのに。腕強くなる葉っぱ、これは何、ハーモニカじゃねえや。投げるものだったわ。じゃあ鳥にこれを。怖い怖い。足、あ、来た。あ、なんか違うの来た。あ、見えない。え、なんか今いたよね。ん？どれだ？あ、あれだ。影だけ見える。こうかな？こうかな？鳥だ。当てられねえよ、あんな高いとこ飛んだら。歩くの遅い。いないや。来ないや。海外インディーズのゲームとかだと説明なしに丸投げしたりしてくるよ。そう、インディーズとかだとね。あ、来た。おお、いっぱい来た。ナイス。ちょっと待ってね。先にこっち気になる。暗いなー。これ寝るタイミングが全然わかんねえ。この人の寝るタイミング。足強くなった。で、これは？これは？脳にすればいいのかな？これがよくわかんない。なんなんこれ、みんなで食べようってこと持って。全然わかんないなぁ。なんかパラメータもないし。嫌いじゃない、でも。ん？戻ったね。完全に戻った。腕。寝た。なんか広告入ってくると寝るね。食ったことになってんのかなぁ。飯食って寝るってこと？雨降ってんのに？家を建てるとかじゃない。雨が降る演出を入れると動きガクガクになるゲームってあるけど、うん、そういうのはなんで雨の演出を入れたのか。いや、もう表現したいことがそこにあるからだよ。赤く光ってたね。嘘。天然のシャワーや。これすごいな、空が。あ、こっちか。笑、坂道駆け降りてる最中寝たり、笑。スライディング睡眠。宇宙がすごい。おー、来た。お腹鳴った。俺の。これさ、なんかすごい体調悪いって言ってたじゃん。原因がすっげえ分かったんだ。雨も降らないだろう伝説だってあるんだ。そうか。最近右足首がなんか痛くなってね、運動できなくなっちゃったんですよ。太ったね。1、2キロ太ったらしくて、それで体調が悪くなってた。もうダメだわ。びっくりしたわ。それだと思った。これかみたいな。もしかして。え？痛風じゃなかったんだよね。痛風かしらと思ったけど。にゃん。ちょっとわかんねえな。パラメータが下がることはない。足の右足首がなんかでずっと、あ、治らないんだよね。怪我っぽい痛みなんだけど、治んねえから痛風かと思ったけど、痛風こんな大した痛みじゃないことはないし。そうなのね。で、足痛めて運動できなくなっちゃったからさ、なんかちょっと足をかばって歩いたりとかしてたか。あ、来た。来た来た来た。ふっつ、ふっつ。ああ。栗はお腹だっけ、足か。妖怪のせいなのね。そうだね。なのね。原始人はこんなに運動しているのに。あ、コンペイト。こんな感じですよ、痛風。事前、嘘。足首なのよね。なんか調べても全然足首なんて痛風なんか出ない。くるぶしとは出てるけど、まあ、大して痛くない。くじいた感じ？どっちかっていうと。でも、それでもそこまで痛くない。実は疲労骨折してたり、ああ嘘。二日連続秋葉にチャリで行ったのが悪かったのかな。所長、お酒は控えめにね。お酒俺ね、あ、酒かな。痛風怖い。酒かい？俺酒なんて、今までの人生で1リットルも飲んでね、合計。つい先日ワインを 200cc ぐらい飲んだけど。レモンジュースで割って、レモンじゃない、みかんジュースで割って。え、わら？え？酒飲めないんだよ俺。肝炎やっちゃってさ、7歳の時に親のあれ、そう、下戸なの、下戸なの、下戸だし、そういうのやってるしさ。下戸なの？鳥いないよ。うぅぅドゥーン。ちょっと待って。大変だ。大変だよ。なんかちょっとうわぁ、川だ、曲だ、いけんじゃね。変態だ。いけ、なんかいけた。川渡った。寝ないでね、ここで。あぶねー。
このゲームのことはまだ分かってこないな。なんか音がするね。酒は自分もそんなに飲まないな。うん、飲め、そうね、梅酒とかは一応飲めるっちゃ飲めるけど、基本ビールは苦いから飲みたくねえし。なこれ、葉っぱか。知り合いが指先ピンヒールで踏まれるくらい痛いって言ってたな。踏まれてみたい。いや、相手によるわ。そっか、いやだからそんなに痛みがないから、これキーとか関係ない。人によってはご褒美。でもそれぐらい痛いだけで踏まれてるわけじゃないでしょ。飲めないのに知り合いに梅酒を送られて。ああ、マジで。なんかピンヒールは、ああ、寝たし。ご褒美です。指先だぜ。でもうわ、鳥来た。ちょっと待って。あ、起きた起きた。体力とかないのかな、このゲーム。いや、いるじゃんいるじゃん、来るじゃん。来いよ。おはよう。来いよ、こら。おはよう、児童さん。おはよう。梅酒はまだ美味しい方だから飲めるな。おお、あーあー、あー、いた。ジュースみたいなお酒だったら飲めるけど、すぐ酔っちゃうから俺。おぶい、一瞬で酔うよ。おっと、この距離感。そしてどんどん梅酒の色が濃くなっていくわら。何それ。あー、飲まないから帰ろっか一回。なんだよこれ。ジュースみたいな、ジュース飲みたい。はジュースじゃん。ピンヒールで足の甲を踏まれるのはご褒美だけど、指先だけは完全に。そうだよ、小指の先とか踏まれ。なんだ、さっきより長く白い。ちょっと寝るんじゃないのか。スライディング。なんだ、あー、連休終わっちゃうな。あ、結局これ何なんだ。ご褒美。あ、寝た。寝ねえんじゃんって言おうと思ったら寝た。踏まれる人による。そうだろ、踏まれる人によるだろ。OL、 OL なら何でもいいわけじゃねえだろ。あー、明日試験だな。そうか、塔はマンモスの牙。そうらしいね。明日試験だな。試験、明日試験ってことは、あ、犬さん受験生か。そっか。そっか。俺は今動画を作るために素材を集めてます。明日試験。模試的な。安室奈美恵に踏まれたい。安室奈美恵か。誰がいいかな。難しいとこだな。誰がいいかな。すげえ難しいな。それすごい難しい。中間試験です。あ、中間、高校、高校だっけ。俺高校のテストすげえ良かったからさ、105点とか取ってたわ。すまん、点数の配分間違ったっす。マックス取った。申し訳なさそうに踏まれたい。そっちか。それもいいな。履き慣れてない光線か。ああ、なんか影がある、影があるぞ。お前、これ危ないんじゃねえか。ジャンプ久々。おう。そうだな。いやー、わからんね。とりあえず走ってみるか。いや、待って。お腹？これは、なんだよ、わからんな。明るい。非常に明るい。鳥に踏まれたい。鳥、あ、見たことないやつ来た。お、腕。トリンドル最近見ないな。おぶぶ。トリンドルあれ大丈夫なの？はははは。なんでダメージを食らいたいんだよ。おー、来た。鳥来た、鳥来た。何かしらのダメージを受けたいのは何なの？どういうこと？自分の存在にもっと気づいてほしいとかそういうこと？自傷行為でもないし、なんか。これは何だ？足だ。早くなってんのかなこれ。あ、あった。あー、先に待て。はい。やべえ、暗くなってきた。鳥どこだ。一回ノーしてみようかな。ドリルで攻撃されたいわと聞いて。なんか色違う。だから意外に何か理由がいるんですか。ドリルで攻撃。誰だよ、ドリル。ドリルって山崎じゃねえ。あ、ド M だから、ド M だからなの。俺ほどのド M はいないだろうけどな。ゲームだけなのかな、あれは。うわぁ、寝たし。肘ぶん投げたけど。予約して買ったゲームを何日もバカ野郎。何日も寝かすという放置プレイというのに、俺は入るから。やりたいゲームならやりたいゲームなほどね。
てか目覚めちゃったよこれ。鳥にやられたから。どうだった？ここら辺だよね多分。人に M だよねって言われるのはなんか舐められてる気がする。いや舐められるのはいいんですけどね。そういう話かよ。おいおいおい、へえ、なんかそんなド S な異性に会ったことがないな。基本的に人ってさ、状況によって S とか M とかになるよね。なんだよ、だから。で、鳥探してるといなくて寝て、鳥に突かれて起きるんでしょ、これ。それを、そういうゲーム？失礼の S。エロと、また来た、こいつ。下品とね、お色気は違うからね。エロと下品は違うから。M の気持ちを理解できない S はただの横暴。あ、鳥がいるっぽいな。また寝るんでしょ、これ石持って走ってると。むずい。物理的に舐められるのと物理的に舐められるのだったらどっちがいいかな。場所にも相手にもよるな。スライディング主人。待ち受けにしたい。どういう状態だよ、待ち受けって。雨降ってきたぞ。そういえばなんか東京も明日天気悪くなるらしいね。バター、バター、犬か。バター、犬にバター舐めさせるのって体に悪そうだな。犬の体に。あんな油っぽいものをさ。のん！気持ち悪い。岩どこだーい。岩どこだ。岩がない。来た。岩ねえぞ。どこまで行っても何もないな、このゲーム。すげえな。ちょっとある意味で、ドリキャスの LOL を超えたな。体力もすっげえあるし。人の体にバターが塗られてても自分は舐めませんよ。ふふふ、犬さんはね。昔はバター犬ってことはよく聞いたけど、なんかいる。なんかいる。分かり合えそうもない奴がいる。分かり合えそうなふりをしてる奴がいる。殺していいものだろうか。うわぁ、いた。プレステのルスドとか本当にわけわからんかったな。そうそうそう、ちょっと待ってよ。あ、僕悪いスライムじゃないよ。何これ何これ、バター貴重だからな。貴重そうだな。悪いスライム、悪いスライム、分かり合えそうにないから滅ぼそう。あいつらが先に住んでたけど分かり合えそうにないから殺して俺たちの場所にしようぜ。なあ、バルタン星人がいっぱい入った宇宙船ぶっ壊そうぜ。危険な気がするから。大体ウルトラマンの話。ああ、何これ。ああ、違う。らしい。アメリカ人かな。ウルトラセブンの可能性もある。なんだあれ。なんだあれ。あ、違うか。はぁ、猿。なんか投げられるもんねえかな。やれるか。殴っていいのか。モロッコヨーグル犬。モロッコヨーグル犬。兄さん。兄さんなのこれ。どう見てもちっちゃいしゲームクジラだし、なんかこっちのが進化してる気がする。おや、この高台は何？半端より端白黒はっきりさせた方がいいと思って。お、なんか腕に何かが刻まれたよ。何これ。と思ったけどいっぱいある。赤が強そう。危険ドラッグ。危険ドラッグ。ドラッグは基本的に危険だよな、でも。過剰摂取で大体死ぬから。砂糖とかだって死ぬし。何この場所。このなんかマークが関係あるんだろうな。アイカツ特番、田舎じゃやってなくて泣いた。うそん。アイカツ特番って何？まさか？声優さんがついに顔出し？マジか。やばいじゃん。プリパラのやつは見たけど。見せてもらったけど。赤いキツネ、カジオセス死ぬよね。アイカツおじさん、アイカツお姉、あ、なんか何？え？なんか右上になんか出てる。きめえ、アイカツお姉さんが、近所にいるからさ。荒川さんね。カン？劇場版、ああ、劇場前。いや、もう劇場版はもう、あれだよ、前売り券買ったよ。妖怪ですね。弱、弱火。荒川さん、アイカツおばさんだったのか。お姉さんって言ってあげて。すごいよ、なんか。
一時期よく行ってる頃はさ、小学何年生ぐらいだろう、3、4年、3年生ぐらいの女の子2人組とすげえ仲良くなってさ、情報交換してたよ。向こうの方が先輩だからさ、すげえいろいろ知ってんだけど、なかなか面白かった、あれは。ジアン。幼女先輩。すごいよ。幼女先輩あんまりいないんだよ。一回しか会えなかったよ。あなたは配信何年前だ。3年前。アニメ面白いし、ゲームやってみようかな。あ、ほんと？アイカツはあれね、長く見ないとわかんないね。ちょっとね、プリパラはアニメしてて見やすいから、いいかもしれない。ただ、その代わりちょっと長くは続けられないかなって。アイカツだって、100何話もあるからね。ジポ？コミュニケーションすら取っちゃいけないのか。プリパラは森脇度高くていい。森脇って誰？もしかして、あれか。ポヨヨンロックのことか。まあ、プリティリズムより歯短いから。ああ、そうなんだ。プリティリズム長いんだ。雪降ってね。なんかこのゲーム大丈夫なのこれ。右上のあの炎は何なんだろう。石がめっきりなくなってしまったな。一つも何やっていいかまだわからないっていう。すごいね、この頃のプレステってやっぱこういうのあるよな。ラブデリックっぽいな、ちょっと。これは誰、何を作ってる人の作品？あ、あるんじゃないかな。それの途端に出てきたもんね。このカラボディが光るやつ。あたりの ET と同じ匂いがする。あたりの ET はね、もうちょっとゲームしてたよ。もうちょっとゲームだったよ。俺、リアルタイムでやったけど。いやあ、あの時、だから親父がなんか外資系のというかなんかそういう外国系の仕事をしてる人でよく買ってきたんだよね、その友達のお父さんが。だからファミコンは持ってなかったんだけど、その友達は。プリティリズムは3期あったからね。3期あったの？ドリーム、ディアマイフューチャー、レインボーライブと、そんなバカな笑い。何がそんなバカなの？何に関してのバカな？だから俺 ET はちゃんとやって、あたり2600番はリアルタイムでやったんだよ。あれは本当にありがたい。ただその友達はね、ちょっといじめられてしまって、小学校やめちゃった。自社パート言ってたね。欲求コーナーでしょ。やっぱ欲求コーナー大事よ。あ、ハックされたらしいね。リンクスは彼は持ってなかったけど、俺は2つ持ってるよ。中学の時に1台買った。もう1台は、これは落札できないだろうって、ヤフオクで入札したら1000円ぐらいで落ちてきちゃって、あれ逆に悲しい。誰とも競らなかった。え？つゆだくみたいな。そう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 。そうなんだよ、ね。リンクスは武器？あれは、殴りやすい骨みたいな形してるからね。エンディング実写じゃ物足りないね。やっぱこう、欲求コーナーとか欲しいんでしょ。欲求コーナーだけ詰めた DVD 出ねえかな、今から。おつんこ。あいつ、疑惑です。チューナーつけたら狂気だよね。そんなこと言ったら GT だってそうだ。GT の方が重いと思うよ、ゲームギアより。おつした。冬は、かんじきとして。リンクスな。足にはめたら沈まないのか？ほんとかな。モテないな、これ。ああ、いっぱいある。コンペ、あ、いっぱいあるなよ。いやー、このゲーム1枠じゃわかんねえや。なんなんだ？ジャンプ、すげー飛べる。寝なくなったの？当たりのゲーム機のアダプターもドンキ。そういえばエリスはレインボーライブにクリームのエンディング歌ってたね。何の曲？曲始まったぞ、おい。アイリスはレインボーライブ。あ、俺あれ、セハガガ学園全部見たぞ。次枠で語ろう。お疲れ様でした。曲鳴ってるよ。クリックを。オツです。はい、オツです。なんか曲が止まったな。もしかして俺さ、ちょっと待って。食べてなくない？あ、違う。栗だけだ。びっくりした。食べるボタンと俺三角ボタンと間違ってんのかと思って。取れ、ああもう。はコツです。おっ。犬さんいらっしゃい。一緒一緒一緒。わこ。寝なくなったこいつ。飛べ。なんかいるね。ああ、寝た。鳥かなんかいるな、これ。
センター先生のセンターの意味がやっとわかったわこつ。なんなのあれ、なんなあれ、なんでさ遊びんじゃないのあいつ。それだけがずっと不満なんだけど。ジャンプ殴りがある。プレコさん、ルセムさん、ショボさん、いらっしゃい。トベイサミ、なんでハートを磨くっけない。タンニチュー、中ってこと、中先生ってこと、あれ中言うじゃん、あれ声。あれちょっとよくわかんないんだけど、なんで遊びにしなかったんだろう。あれを遊びにしないから、なんか遊びに教授が普通に出てきたりとかしてんじゃん、他に。意味がよくわかんない。そこだけが不満だな。それ以外は特にそこまでの不満は。あのね、面白かった。あと、意外とやってくれるなって思った。あ、こんなんやるんだっていう、桜、新宮寺桜とか出てきてさ、後部で。あの、バーチャファイター1の。100人組手みたいなやつ、意外とよくやってんなって思った。新録してんだ、うららと思った。ねえ、なんかでもあれ、うららの声違くねえあれ。なんかあれ本人使ってんのかな。嫌に下手だったんだよね。素人臭さがさらに上がってたっていう。セハガールってセカのアニメ、そう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 。わこす。葵さんいらっしゃい。俺はもうちょっと面白くできるよなとは思う。そうなんだよね。ちょっとね、もうちょっと詰め込めんじゃねって思っちゃった。もうちょっと夢詰め込めるはずなんだよ。うららもセリフ新録で、やっぱそうなんだ。新宮寺さくらって、ちさ太郎。だよね。まだ頭からっぽじゃないんだろうね。そうなんだよ。恐竜がいたらね、玉乗り仕込みたいのにね。ちょっと待って、あ、いた。どこん。あー、こっちかい。お前、二人で来たぞ、今。すげえ、FPS で負け知らずのあれだった。戦法だった。上にいると思って狙ってたら横から来るみたいな。夏いな。先生出てくる前の、うん、あれ、破壊工作員さんだ。いらっしゃい。ん？先生出てくる前の雑談はいるのか。そうね、あれちょっと長いし。奥にあ、いた。ここでしょ、これでしょ。演劇でソニック出てきたけど喋らなかったから残念だった。ソニックってあれ声で外人だっけ？だから手下せよっていう暴論。へへへ。なんか水着になってたよね。あなたでしかできないっす。いや、なんか結構だから、ああ、よくやってるなっていうのはあったけど、やっぱまあちょっと不満はまだある。もっとできるだろって思っちゃうとこもあるね。まああれが限界かな。あと監督の人がすごい気になる。どれぐらいの感じの人なのか。ちょっとインタビュー受けたいわ。うん、インタビュー受けたいじゃん。インタビューしたいわ。ちょっといないよ、鳥が。俺をつついた鳥。どこだ。監督はグダグダの人だよね、あれ。そうなんだ、やっぱり。なんか似てんなと思った。し、俺もなんか前言ってた。グダグダフェアリーズって言ってた。森久保 D って何？そうなんだよね。そう。俺もっとバカにされる感じかなと思ってたからとか、鳥が高いんだ、位置が。もっと来ようよ。雪降ってきたよ、ほら。入れてるのはそれ、うなぎさん用だから。あれ？鳥が来ない。正確にはグダグダミキかな。何が？あ、グダポヨって言ってんのか？一期はそんなこと言ってない。あ、二期の監督ってこと？一期と二期違うんだ。鳥がいないから猿行こうか。寝るんじゃねえこれまだ。ね、寝たら疲れるんでしょこれ。あった、いた。ガバリの自虐だったら評価高いけどな。バカにしなければいいよ。脚本家が2期で変わった。プリリズレインボーライブで森久保のエイジーブーダンスが流れた時は笑った。はぁ、あ、何それ何それ聞きたい。リターンノー。おおおテトリスが直前で取り上げられるネタぐらいやってもいいのに。食べる。ああ、赤い赤い赤い。なんだー。テトリスが直前取り上げるネタぐらいやってもいい。そうだ。あとあれわかんなかったね。なんかぷよぷよを使った新しいゲームっていうのが、ほんとにたださ、セガサターンをいじめてるだけにしか見えなくて、なんかすごく嫌な気持ちになった俺は。意味がわからない。あとメガドラがなんか処理が遅いっていう位置づけなのもよくわからない。そんなに言うほど処理を遅いとかそういうポジションじゃなくていいと思うんだよね。俺はまあそうだな。やっぱセガハードだけだっていうのがちょっと。
踊り、そう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 。俺、メガネかけてて、なんかやる気がない感じのキャラクターっていうのがあまり好きじゃなくて。なのになんかちょっと一応そこには、そこの場所にはいるみたいなさ。あそれこがの好状きじゃ態ないい。つ出るんでしょうかね。メガドラだったらお前なんだ。ハリマダの体操をしっかり踊ってるし。アストラ筐体いつ出るんでしょうかね。なんだって、アストラ筐体出てどうくんせの？なら声ちょっと枯れさせてもいいのに、伸びはたばりも遅ね。マスター死んメガでドるわラ？よ。それは聞き取りづらすぎるだろ。アタッいク！や、アーケードのハードはガン虫なのが悲しいああ、いやでわもボーれ。ダー武力やってるじゃん。これなんなんマジで。ちょっと一旦帰ろう。わからないなこのゲーム。ちょっともうちょっと調べていい？ よし、読もう。ゲームが始まると原始人は集落にいるはずです。集落？ここ？ここ集落なの？なんか音がしてるね。なんか岩増えてね。もしかしてこれ、うわ、飛んだ。家じゃね？いるはず。わら、おい。ロボピッチャ出るんなら擬人かジリオンとかも。何ジリオ年ンとか来かてけほてしいきてな。も扱いにならない。JJ 来ねえかわな。ら。マジで。ちくしょう。ナオミよとかそうだ私、な。いや、だからもう我が子ちょっ青春とのやれ作る品と思うでんだす。よ。セあガそこまンでのできロんだったらボできピッると思うよチャ、ね。千尋も出せる。千尋。いや、だから、もうちょっとできるよ。もうちょっと悪ふざけの方もいけるって。床は専務も。ねえ、なんか、いや、もう今、無関係な人になっちゃってるからダメなのかな。あと、しゃくれとか普通に実写に出てくるじゃん。ナオミもだそう。ナオミ？ ナオミだよ。ナオミと言ってたじゃそれこそ安室出しても許せん。る。ねえ、ダンスミックスみたいなのでさ、ゲストで呼ぶみたいな。だからそういう、もっとできるな。もっとできるな。正直もうちょっいるとははっず。ちゃけられってることは会えし、ないこともなくはないのか。お？ついでにコンサイルの社長も出そう。提案。やだよ。いや、なんかもうちょっとさ、なんかセガの人しか脱わ出。かんない、セガ好ワきイなルド人しかツアー。シングル本ライ当フ。にわからないようなこ OK。とやればいいと思うんだよね。黒マン。それぐらいやっていいと思うんだよね。勢いはすげえ。わ、なんかそう、面白そうだな、みたいな。ちょっと調べたくなった、興味持った、みたいな。あれはまあ、入門編としてはいいかもしんないけど、どうせあんなのセガ好きしそかいないのにねえ。わら。う まあ、グダグダフェアリーズの人とね。いツや、アーもっサファとイやっアってちゃっ説ていい明とで思うんだきよるね。程度だっだってセたガっんだ。て、ネそタう。にできることめちゃめちゃあ女るのじ子ゃん。女の子主人公ではバーなチャくファなイりターって続そう。きで負わけら。る程度。そう、あれもちょっとわかんなかったね。あれもちょっとよくわかんなかった。なんであんなにさ、なんか。そうなると女の子主人公ではなくなりそう。いや、いいんじゃない？ やりたいものを本当に作ればいいと思うんだよね。やりたいものを作って、なんか女の子でなんとか、成大人立にさせもるんじ出ゃなしくてんのて、よ。そういうんじゃない。もっと本当にやりたいことがあんだったらやればいいし、そういうものを見たいわけじゃん。俺たちは。露骨です。名護がストップかけてそうな予感。マジでなんかできるって、もうちょっと。もっと金もこかいつかでんないそでのまま出しさ。ていいのよ。ハングオンの家庭用ビニール風船とか完全にギャグですものそね。んなの。それは違うゲームじゃね？それファミコンのなんか別のメーカーのバリエとかじゃないの？光吉そのまま出してもいい。そうだよな。本当だよな。もっとできると思うんだよな。幸吉さんは実写で出してほしいそうね。でしょ。わら。めっちゃ気持ちよく歌ってるとことかで、なんか めちゃめちゃセガのこう青空と疾走感の映像いっぱい出してさ。それだけで長いっていう なんで、いつまで続くのこれみたいな。そういうツッコミ入れたよ。よし、次回からゴールデンアックス3人組にチェンジいや、だ。もう出てきた小よ口ね。さんゴにールドデンアッキドクス。キペンギンランドやらせるとか。誰、小口さんって。ゲームが始まると原始人がいきなり始まるけど、説明書をちょっと読みます。ゲームが始まると原始人は集落にいるはずです。ここから出発して様々な場所を歩き回り、狩りを、お、狩り。あ、狩り。狩りが大事なのね。とりあえず歩き回れと。地面に何か落ちてる。花びら露の骨。ようなものもあるし、木の実のようなものもあると。いなかったらどうするつもりだよ。重要な食料で落ちているものを食べ物は様々な、ん？落ちているもの、落ちている食べ物は様々な効果を原始人に太刀。疲労回復、体力強化。なんか腕力強化とか。専務さんネタは入れてくれると信じてるよ。ねえ、でも鈴木優がちょっと今関係ないのかな？ 3 かよ。マヨパンダさんいらっしゃい。とりあえずなんかがむしゃらに食えと。光って強化回復されたことを知らせてくれると。他の原始人にもそれが伝わる。つまり名護腕が選手強化かさらあれんるとなエ他キのス原詰まっ始人たたち勝も手腕が賞強化とされる。か。
落ちているものは食べ物とは限らない。中には狩りに使える木の枝や石ころ。食べ物を食べると体がたくましくなるということは分かりました。しかしこのままで頭は。にあのままの素どなこし出してもいいよ受ね、容器、笑。受容器出たよね。受容器よく出てない。アイキャッチかなんかで、ね。あ、エンディングで出てんだっオープけ。ニングで出てるからな。そう、出てるよね。めっちゃ出てる。R360 出てないな。刀身あのままの SD 名越。ていうかなんだ、セガガガとかさ、3D ファインとブかかけアるレ100クもで出もたよいいね。な。誰が書ける。正直言って、まあいいや、まあいいや。狩り。大地には様々な動物がいます。それらを飼って食べ物とする。まずはともあれ、もう少し大地をさまよってみましょう。カバ。え？カバの先祖にあたるものがいると。近づいてまるで殴釣れ。り工さんにお金たかるかい？待てよ。この肉を集落に持ち帰るかどうかの説選明択ウ書ィンがドウが説出る。明書どにちなっらをて選ない。択します。 DVD の付どち属らかを買っ選てんで択。お願いします。イエスを選択すると集落に画面が切り替わる。ノーを選択するとウィンドウが落ちて食べ物。集落に肉を持ち帰ると、その肉は集落にいる他の原始人たちの胃分社袋を化満たしたす。社長たちをあ、訪ねてインタビューとかそういうウェブフォーなのやってほしいわ。分社化した社長はいいね。もう今でもなくなっちゃってるとこって、スマイルビットってまだ食べた。なんか食った、今石食ったのよ。なんかいろいろ残ってないとこってあんのかな。7社ぐらいになったよね、セガって。あ、DVD の特典ね。鳥がいるけど降りてこないな、これ。とりあえず肉は尾行食べてもだ。いいと。おりゃおオーや？バーワークしなんかたまかた出てきね。たぞ。オーバーワーク、分社そう。かって聞いて一瞬分社かのこ違とかと思っう。た。わゆうら。すけ。ちょっと、これどうすれん？上に投げられないかな？あ、来た！ああ、寝てるし！寝たタイミングで、また起きちゃうよ、これ。あ、起きない。神回避。夜でも鳥は鳴いてんだな。この寝るのかわいい笑説明い。書が説明になってない。まあでも、いや、とりあえず、いいみたい。自分で食うかみんなで食うかみたいなのを選べるっていう。ストライダー飛竜みたいだ、確わら。かに。毒？毒？NDK。なんだろう。これ起きたらやられるんじゃない？俺。この鳥を倒したい。DVD？ ドブザ？ DVD。おお、鳥が2匹に。待て。あー、どっか行っちゃう。どっか行っちゃった。このゲーム、やっぱ、あれかな。じゃあの。動画に入れていいかもしれんな。ただ、ちょっと、説明不足コなメのディはタ別に入に。れてるからね。ビータに入れてる。あ、ほんと？とりあえず、俺がやってることは正しいのか。おお、来た。N、ねえ。どんな、気持ち？早く！ああ！わこ。いらっしゃい。ツナマヨさんいらっしゃい。おっと、いた。ああ！手前にもいた。俺を追ってくるやつそうがいるや、のかこな、こないだ買ったクスペリアにプレステのアプリ入ってたな。れ。クスペリアにプレステのアプリ。何？なんか起きた。は？これ昔やってたけど何やっほほほほ？たらいいか全然わなかんてらん書いてあっかった、今。た。なんたらレベルって書いてあるな。ああ、なんか棒持ってる。急にモンハン笑い。ブンああ！カ。タケノコの里ですかね。タケノブコンの。カ。ダメだー、鳥がどんどん逃げていく。ああ、いる？いる？なんかあ、鳥にたかられてる？レベラ。レベルアップかい。なんで上がったんだろう。走り回ることによってこう、足が鍛えられるとかそういうこと？コンペイトガイ。足が強くなるやつ。手だっけ？足だ。それもある。それもある。マジかよ。すべての行動がなんか意味があるってこと？右上の炎がこ気にれながる異常な。性だったらエンディングは地球崩壊だ な。どうなんだろ頭の強化で文化は上がったはず。う。文化が上がる？いや、もう早く取り倒したい。一匹でもいいから。一匹でもいいから。村の人たちがこれ、ふえい！なんかすげえ上に、あはは、よっしゃ。もう一匹やる？もう一匹やる？
いるならな。ナイス笑い。ねえ。届かねえ。石あるな、まだ。あは、棒でもいいのか。見えないんだよ。よし。なか、よっしゃ。これは自分で食い。これは自分で食い。これは持って帰る。もう見えない、見えない。あ、消えちゃう、消えちゃう。危ねえ。一回帰ろう。焼いたのこれ。焼いてたこれ。疲れる。集落が栄えてるのかな。飛び方。なるんかいじゃないよ。知らないでやったんかい。なるよ、そりゃ。やったぜ。なんか読み込んだぞ、ディスクが。なんで読み込んだ？アーカイブにないと入れらんねえもんな。ゴニョゴニョしないと。これ坂で飛ぶとジャンプが遠くなるの面白いな。そう、これジャンプが地面に対して垂直なのよ。ギミックみたいだね、ファミコンの。あ、バーストヘンジだ。あー、これか。近かった、思ったより。ルスドと一緒に買いたいゲームだな。なるほど。LSD とは違うけどな、かなり。あ、なんかあるぞ。なんだこれ。あ、じゃあ見えない。食べていいのかな。投げちゃう。なくなった。なくな、ちょっと。なくなったぞ。食べようと思ったら投げたし。ジューじゃない。雪降ってきたね。貫通しちゃうしね。上に行ってみよう。なかったか。へへへ。これとデプトハは癒しゲーやわ。ああ、なるほどね。癒しゲーなんだな。発売日になぜかサントラ付けのやつ買った。サントラ付きなんてあんだ、あれ。寝たよ。ずり落ちてったよ、これ。何の音？宇宙。なんか嫌な音だ。最近長時間じっくり一つのことやるのが苦手になっちまってダメだわ。いやー、多分それは肖像のせいじゃないよ。はじめさんいらっしゃい。剣士、あ、マジで。そうなんだ。ゲームの説明見たら、うん、プレイヤーは原始人の守護霊になって導くとかって書いてあります。そうなんですよ。本人じゃないんで守護霊なんだよね。でも今ちょっと若干文明レベルが上がったから、まあこれを続けていくしかない。右上の炎減ってね。実写が入ってくるやつな。あらっす。ああ。この足に効くやつだけ食っていこう、とりあえず。あとはなんか荷物じゃねえ。武器を持っていこう。なんだ、行き止まりか？てか、なんか音がするな。操作性が微妙に悪いとこが好きなんだよな、このゲーム。どんどん火力がなくなってく。あれ、なんなんだろうね。あ、飛ぶ。なんか右上、少なくなってるよね。寝ちゃわないかな、これ。大丈夫かな。あれ、嫁。嫁。マジかよ。意外性。あ、いた！猿。余命。ジョジョーイ。当たらず。なんか違うやつできた。食べたー。なんか T シャツみたいになった。まさかの悲しい事実。ねえ。火力じゃなかったにゃ。ほんとだよ。余命。もっと初め人間ギャートルズみたいなゲームがあってもええかもな。ちょっと待って。食べたい。ここは食べたい。で、もう一匹を送るわ。あ、なんかリンゴある。実写取り込みみたいなやつ。禁断のやつだ。あ、投げ物なのこれ。食べ物じゃなくて投げ物なの。なんか色ついたやつがある。あ、投げ物が当たらない。じゃ、この食べ物、T シャツ。猿に当たんないね。スピードダメだこれ。やるかやるかこれ。よし。もう一匹だろ。地面に落ちてるオブジェって全部和菓子の実写取り込みなんだよね。マジか、やっぱ和菓子か。これリンゴはリンゴだろうけど。ああ、投げちゃった。ちょっとどこ行った？あ、いた。投げ物からの？あれ当てたい。ゲバ棒？
さすがに後輩はないのか。いや、なん、殴るしかないのか。なんか違うの来た。和菓子の上に乗っけた、まだいるわ。なんかなんだ、何の効果も見えなかったのよ。食べていこう。肉食になることによって何かに食べるやつだ。シーマンにかな。いや、足買ってたよ。足買ってた、すげえ。モンハンよりグロいかもしれん。持って帰ろう。よっしゃーい。なんだこのゲーム。1時間近くやってるけど、ちょっと分かってきたような、分かんないような。この感じ。いやー。ああ。三色ゼリーですかね。三色。ひな祭りに食べる。あれ、ゼリーなの？餅でしょ、あれ。若い世代にはあれがもう、あ、なんか、ゼリーになってんの。餅だと思ってた。なんか音鳴ってるんだよ。何の音？寝た。そうそう、それと砂糖菓子のやつもあるよね。ほう、ジミーに強化されるし、世代交代で飛躍的に能力伸びる場合もあるよ。世代交代？ハイザッキーなあられを買い占めたいです。あのでかい粒のやつを食う、食いたくなあるとか、小梅ちゃんの、お梅ちゃんを欲しがるやつ。お梅ちゃん、なんか曲がすごいね。これはちょっと動画に採用かな。綿菓子で窒息したい。いや、どういうこと？窒息しないでしょ。綿が、なんか曲すごいな、これ。人が増えても何もないの？アイマスのゲームにたらちはやがかわいそうなことになる。なんでだよ。なんでだよ。ちょっとあるでしょ。あ、いや、あるでしょって言われても。いや、だから、そうね。いや、これ分かってたから買ったんだけど。やらなかったなぁ。ただこれマジで本当に説明書なかったら本当にこれ、やばいね。これマジで。いや、これちょっと、すごいなぁ。ちなこれをいくら？これ俺が買った時は多分280円ぐらいだと思う。ゲオとかで。いや、食ったよ。あれ？これ食い物なの？あれ？投げるもんだと思ってた。いっぱいあるからいいやと思ったら。いや、105円とか108円レベルでしょ、これ。ゲオなら。多分な。ベスト版も出てるし。ジャンプ！お、いけないの？飛んじゃダメだった。あー、ダメだ。あー、なんかおかしい。やばい。帰れない？もしかして全然余裕？これ。あ、いけるわ。なんだ、なんたらトラックの、トラックのゲームみたいな。かな。いや、こいつ寒いの大丈夫だし。ラブドラさんのチンのジャンプ頭突きを思い出す。ジャンプ頭突き、そんなんだったっけ。斜めに溺れ死ぬのもまた可愛い。あるんだ、死ぬの。腕は攻撃、胴体は防御って感じか。なんかやった。なんか、何これ。ミトン、世界に果てはないのか。所長、食べ物じゃない。広大なフィールドで放置プレイされてうろうろするようなゲーム好きに見える。へへへ。いや、やっぱこれはあれだよね。ちょっとあの、好奇心。好奇心をくすぐられるゲームだよな。不倫できたら文化レベル一気に上がるのに。どうなの？野生は不倫とかどうなの？ハーレムとか、食べ物だった。これ投げ物だな。とりあえず右に行こう。ああ、和菓子。あ、上だ。ここは頂上か。やばい。カバヤみたいだな。右行く？北じゃない。ねえ。なんか曲変わった？なんか音がする。変える？なんか、息遣いが聞こえるよ、これ。どこだよ。な、いた！はあ！なんかでかい。でかい、なんかヤクみたいのがいるけど。あー、勝てんのかなこれ。あ、投げ物じゃない、あれ。投げ物が欲しいです。ガーミっぽい気がする。おー、ということはこの世界には以前から知的生命体がいたのか。え、ちょっと待って、投げ物がない。寝たし、すげえ下ってる、下ってる、埋まってる。逃げられるかなこれで。なんだって。あ、なんか輪っか出てきた。おやすみ。ちょっと待てよ。
雪も降ってるしよ、牛に追われてるし、これ投げもんでしょ、これ滑ってる、滑ってんだよこれ、寝ながらスライディングする、まだ滑ってるってこれ、なんだってずしずし、あいつ来てないな、まだ滑ってんだけどこれちょっと止まった、宇宙起きない、ほんとたまらん、横のゲームいやこれまだ、これあれだな、初見プレイでなんかこうやっていくの面白いな分かっててやっても面白くなってくるのかな、ゲーム性はどうやって取んのこれ、取れない、あとあーだからそうなると思って、あこれ投げ物、そうなるって分かってたからゆっくりと、誰かが遊んでるのを見たいゲーム、ああなるほどな、なんか生放送向きだな、ね、マンモスだったの、はマンモスかな、一発投げただけじゃダメか、説明書なしでアクアノードはやったことあるけどな、あーいた、雨降ってきた、なんか右になんかいた、巨人の土神の元ネタ、よっしゃ、自分ではいいかなってレベル、これマンモスじゃねえな、牛、アクアノートにはビタミン入ってるな、マジか、アートディンク大好きな、おいー、いや違うな、これマンモスじゃねえな、食っちゃおう、おい、牛みたいですね、牛だったな、自分ではいいかな、なるほど、だったっけ、そうだね、8、4、3、バカ、砕け散ったからな、マンモスは牙あるからね、なんか俺ジャンプしてると、うわいた殴るか、マンモスは牙がある、牛だ、あー牛の棒で殴れば爆発するずり落ちながらの戦い、さあ牛だ、くぅー、これちょっと持って帰ってみようか、初持って帰り、さあ牛だ、次枠もあります、さあ牛だかぶり、データイーストだそれ、さあ牛だ、おい知らねえだろそれ、あ知ってるか、さすがに知ってる、牛肉、いやうち冷凍のなんか細切り牛肉があるんだけどさ、なんかちょっとでも火通すと硬くなってちっちゃくなっちゃうんだよね、あれどうすりゃいいの、あれ違う、茹でればいいの、気にならないしねこの間プレステ4配信されたからね、笑い、何の、あが空手道、そうか、ならなくてよかった、ならなくてよかったんかい、いやこれ次枠もちょっとあるよ、これ次枠もあるぞ、あーびっくりした、これ帰ってきちゃったけどずっと見きないね、ピュー、チンジャオローズ、あ、いいね、対戦空手道は入ってるんですかね、対戦空手道は絶対来ないのは何なの、あれ絵がパクリだから危ない危ない、飛ぶ飛ぶ、この斜めで飛ぶの気持ちいい、なんか音がするね、雷か、 BGM が水戸黄門だから、彼女の手が空から、あ、彼女ちっちゃい、彼女なのかしないけどちっちゃいよな、曲が変わった、ジャンプ、この何でも登れる感じたまんねえな、ダメだってダメだって、さすがにそろそろあの SE はやめときかと思って最後に落ちけませんでした、なるほどな、ちっちゃくするわ、勝ち、よかったの自由に鳴らせるようにちっちゃくするわ、鳴らしたくなるやつは、なんでなんでだ、ジャンピング睡眠、そしてずり落ちる、やばい、次はもう暇な方お付き合いください、でした、寿命が減ってるな、すげえ滑ってるよ、はいお疲れ様です、はい続きです、まだ目覚めません、連打すると起きるの早くなるとかないね、うん、とととととと、ほい一発投げるやつ持っていこう、余命が少ない、なんだこれ、なんだこれ、ジャンプで乗るとか見えないんだ、木が切れてるだけか、チックしよう、ああなんか最初から敵を
むき出しにしてきたぞ。殺しすぎたか。これタイミングとか見えねえから連打しかねえな。おいーっす。切り株？切り株だね。食ったね。犬さんマックス先出して。桜を食う。レセムさんもいらっしゃい。ちょっと待てよー。これもうボディばっかだな。切り株か。誰が切ってんの？これ寝る前に遊ぶと危険なんだよ。そうなの？じゃあ、あ、間違えちゃった。何が？青石さんいらっしゃい。ちょっと、だるいってこと？いや、どんなゲームでも遊べるとね、いいよ。遊び方がわかれば。何の音？あ、いた！トゥトゥー。ちょっと待て。遊び方さえわかればゲームはどんなゲームでも一応楽しめるようには作ってあるはず。自分減った？大丈夫。やめ時がないゲームってことか、これ。寝る前にやったら危険。おいー。どうすっか。ちょっと待ってね。ちょっと待って。あー、食ってもいいや。あ、向こうにいるわ。これは何だ？これは違うのか。やべえな、このゲームちょっとあれだな。なんだ？なんだ？なんだ？あ、葉っぱか。どういうわけありプレイですか？動画に、なかなかやめられない。動画に、逃げたね。こいつらちょっと天敵認定されたな。天敵として認められたらしい。いや、誰、犬さんか。男からのそういうのはちょっと難しい問題だ。葵さんいらっしゃい。いっか、何度でも戻るか。村を栄えさせるのが必要っぽい。物理でご利用しそうだな。村の方のなんか白いね、随分。こんなだっけ、毎回。あ、体、自分も食ったことになるのか。あれ、なんか集落の発展があんまよくわからんな。家は増えてる。昇降券。なぜ。佐藤さんいらっしゃい。うわお。こっち行ってみようか。行ってなかった。左。あれ、余命伸びた？余命伸びてないよね、多分。四つだね、ずっと。ドゥルル。足を一緒か。そう、多分一緒。なぜ。神や、なぜ神や。はじめ人間ギャートルズですか？そうだな。太陽の尻尾というプレステのゲームをやってます。栗が、あ、なんか違うのいる。いい、見たら殺す。まず殺してみる。PC原人。パロシーザー、ちょっと待って。なんか強いぞ。後ろに強いぞ。そう、家、え？そう、家。ちょっと。あれー？死んだね。ボトムズじゃない。イノシシめっちゃ強い。違う。死んじゃダメこれ。死んだら驚いちゃう。何？あ、違う人になった。おい、なんか増えてる。これがドスファンコか。笑。気持ち悪。怖い。怖いお前も。怖い、みんな怖い。ふわ、普通。すげえ、キース。怖えよ、一気に4なくなった。死ななくなった。4なくなった。なんで？あ、これやっぱ強くなってるわ。えちょっと待って。セガチャ？こいつら人間じゃねえ。なんか声が聞こえたな、今。手前に今度行ってみようか。ちょっと石、うん？え？違う。曲がなんか激しい。イノシシのリベンジか。イノシシリベンジが始まる。Z さんもいらっしゃい。この曲か。あれ？え？葉っぱか。イノシシいない。カルノフリベンジの、ちょっと待って。イノシシがいないぞ。父の仇、いや、仲間の仇が。あと、栗食いたいなぁ。あんまり見ないから。足が黄色く光ってるのか。
なんだって？いやいやついてた。あ、コマさんいらっしゃい。肉焼いたりできる？肉は焼かずに食うね。基本的には。極。右上の火の玉は HP じゃなくて寿命？らしい。寿命らしい。クリがある。ここら辺クリある。曲がすごいな、なんか。なんか日が沈む方が逆だね。日というか。今日の飯は金飯だぞ。びっくりした。あー、寝たぞ。なんで投げたかと思っちゃった。寿命はまだ減ってないね。え、寿命ってマジ、あれ人変わっても寿命減ったままだよ。どういうことどういうことこれどういうことおい。どういうこと寿命に関しては伸びない。ほぼ病気じゃねえか、わらわら。ほとんど病気。山本監督か。山本慎也監督。ちょっと待って、これどう、なんか、星か。結構雪降るなぁ。初見さんいらっしゃい。女だからかな。あと食わないと寿命減るよ。嘘でしょ。いや、こんな急に寝たからわら。あはははは、寿命じゃねえ。カレー飯なら最近食ってねえからか。え、寿命って伸びるのじゃ。突然の睡魔と変わろえない。本当だよ。電車の運転手とか大変だよ、これ。ずっとメカブト海ぶどうどうぞ。海ぶどう。食べていくか、じゃあ食い物っぽいやつ。栗とか。肉は食ってんだけどな。やっぱ肉ばっか食っちゃう。バランスよく食わなきゃダメか。食べづらいとか、本当にこれ操作性悪いな。操作性の悪さがすごい。なんかもう。パワーアップ。あ、食べ物だ。投げ物かと思ったら食べ物だった。それも味です。わら。掲示板ではお世話になりました。スカイと申します。はい。あ、スカイさん、あれ知ってる。ありがとうございます。いやいやついてますよ。掲示板のゲーム探しの方だな。ありがとうございます。わざわざ生放送の方まで。足を運んでいただき。これは栗、どんぐり。チーのみ。投げるんかーい。あ、いる。なにこれ。え、なんか、え、違う、鹿だ。何かと思っちゃった。あ、逃げやがる。よし、行くぜ。待てー。食い物ー。獅子神様かな？嘘。馬に見えた。ねえ、でも角があったね。角が邪魔で。はっ、はっ。女っぽい声。あ、死んだ。これ見えないんだって。え？え？あ、取った。自分で食べよう。自分で食おう。でも寿命増えないぞ。次見つけたら持って帰ろう。村に。ジャンプしまくるとなんかレベル上がるとかありそうなんだよな。脚力が上がって、でも文化レベルは上がんねえか。ああ、早い。待てー。いやよ、外しました。ありがとう。小手半もぜひよろしく。どこ行った？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 いない。どこ行ったあいつ。どこ行ったー？どっか行っちゃった。なんかあった。岩だった。何もいないっていうか、俺がちょっとどこ行っていいか分からなかった。登ってる。このゲームを進化させたら東京ジャングルになるんじゃ。あー、なんかありそうだよな。じゃ、いや、ちょ待って。いい足やで。飛んだ。いい足。脚力の問題なのかな、これ。登れるようになったりとか。むしろモンハンじゃないか。モンハンか。わら。なるほど、仮ゲー。飛んだ。飛ぶ。クリか。文明のないオープンワールド。そうだね。なんかかなりオープンワールドだよね。言ったら。ここまでのオープンワールドはなかなかない。なんか、投げ物か。あ、いた。いっぱいいる。ちょっと待って。いっぱいいるね。共存の道はないのか。よし。文明のないフォールアウトか。フォールアウト。傾斜も気にせず登れる素晴らしい脚力。そうなんだ。マイクラでもここまでじゃないな。あ、そう。東京ジャングルは毒ガスとかロボット犬とか北京原人とかサラリーマンとか出てくるから。毒ガスって何？よし。持って帰ろう。ドリキャスでセブンスクロス出た時こういうの期待したんだけどね。わかる。持って帰ろう。
セブンスクロスはどうだった？シュールではあったけどなんかちょっと足りない感じしたな。あれはスカイさん、ありがとう。力がプロトタイプに受け継がれてねえな。ねえのかい。食おう食おう。なんかちょっと増えた家。なんか豚の声。うわ寝たよ。帰ってくると寝るな。やっぱ安心感かな。安心感から来る睡魔。足りなかったっすね。ドルまで満たされなかったっすわ。ああそっか。LOL すごかったもんね。LOL 俺ドリキャスで一番好きかもしれない。ならないから。それはならないから。睡眠症候群ですね。そうだね。走ってても寝るから。しかも結構長いねこれね。まあ仕方がない。それにしてももうちょっと文明っていうかあれだな。入れ墨入れ直すか。寝てるからね。危ない。まあ好きな時に。もう眠い時は寝るっていう人たちだから。人たち頭うー入れ墨どこだっけ。右上っぽかった。曲が激しいな。飛ぶな。海かなこっちは。行っちゃダメだな。おお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 お、危ねえこれ。帰ってこーい。溺れ死ぬって聞いたから危ねえよ。突然の、ね、足速くなってるの気づきました。ていうかそういうゲームなんだろうなっていうのは分かってた。それあの V のこのさ、この頭ってなんだろう。あ、これがこれ上げていかなきゃダメなのか。やっぱアンモナイトとかいないかな。わら、これ腕も上げたい。頭、うん、最初はそれで。だから目に見えるあれ進化がないからとりあえずあんま食ってなかったけど。で、ちょっと早く地球をパンチで割るくらい強くならないと。あられちゃうんじゃねえか。キーンって言いながら、ちょっと待って。トレーン。ん？これか。和菓子を食うと強くなるのか。そうだな。貝殻はなんだ。あれ取れない。胴体、あ、なんか服着てんのよく見たら。そっかそっか、体が光ってるのよく見えねえんだけど。これは頭か。使えば強くなるフェイブルみたいなシステムなんですかね。そう、俺もちょっと思ったんだけど違うみたい。食べて強くなるみたいな。いたね。これだって腕強くしたら殴り、この殴り殺すのとか。あれなんか違うぞ。わかります。なんか違うぞこれ。カバ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 。ターちゃん。硬いな。痛い。ジャンプとか走ったりでも少し成長したりしたはず。やっぱり。お、逃げてる。足速い。坂だから。ああ砕けた。乾きたよ。取れない。持って帰ろう。とりあえず村の発展がなんか大事っぽい。で村に帰ってくると寝るから。ちょっとどうしよう。カバは実は足早いし凶暴らしいよね。お、なに？パックマンのあれ始まった？なにこれ。クリアしたかな。クリアかしら。なんか祭りかな。なんだろう、不思議な踊りねえ。 MP 座れるわ。ランバダだな。飛ばせた。ランバダってこんな離れてないじゃん。なんでランバダ流行ったんだろうな、あれ。上下下右左ルラブ。LR？ 何が？何が今の？なんか殴り方変わった？違うよ。怖い曲が。俺の家はいつなら手に入んの？ CM？ ちょっと待って。取れない。葉っぱが取れた。腕か。確か寝ちゃうような気がする。何の広告だよね。誰向けの広告なのこれ。寝たー。これ危なかったな。もうちょい向こうだったら死んでたの。下ある鳥類
北アールウェールスト2だろ。スト2の同キャラを取れるようにするやつ。四天王は使えないんだっけ、さすがに。ヘッドスライディングスイミング、本当だよ。海の中まで星が見える。しかし当時としてもラフすぎるゲームだな。ねえ、すごいよね。お、さすが。さすがあれやんないといけなかった。礼儀としてあれやんなきゃいけない。友達と対戦した時にあれやってなくて、あ、やってねえよってなるから。同キャラ取れない人2だから、初代スト2はな。すごいよな、同キャラ無理って。ターボだとそれ入れると技封印とかできたんだよね。これはダルシムの顔色が悪くなるコマンドって言ってたわ2P カラーだね。クソゲーだと思ってたんすよ。でも分かってくるとめちゃ面白い。いや、もう俺はちょっと最初にはまずね、なんだろう、やっぱり好きな人は好きだっていうのは知ってたからさ、そういうのはあったんで、最初からこうクソゲーにてするつもりはなかったけど、やっぱわかんねえもんだな、こういうゲームはさ。やっぱりやってみないとわかんないし、でもやるには敷居が高いし、よくそんなのがさ、商売として成り立ったようなプレステって。すげえよな。こんなん、なあ。セガサターンにはこういうゲームほんとないんだよね。自分は新品定価購入だった。そっか。いや、だから話題不正はあったもんね。正直ね、ファミ通のね、浜村がすごい褒めてたんだよね発売前から。結構注目度は高かった。その頃はまだファミ通にすごい権限が、発言権があったから、発言権っていうか影響力が高かったから。そう、ディレクターが一緒でした。あ、飯田なんたらさん、広じゃねえわ。それからこういう尖ったゲームが増えた気がする。っていうか、やっぱりそういうのじゃなくて、飯田さんだね。自由に作れるっていうのがでかいんだよね。今なら最初のスクショでグラショボわらわらとか言われて初動伸びないで終わるだけや、うん、ねえ、ほんとなんか違うの出た。あ、投げ物、これ食い物だった。タケノコなんだこら、うんこやべ、うん、わー、なんかすげえ凶暴なやつ来た、うん、ちょっと待って死ぬ。はぁ、殴っ、すー、これタイミングだな、ちゃんと。トラっていうか、なんかサーベルタイガーのサーベルがないやつみたいなやつだな。タイガーかな、じゃあ。いやー、プレステというかさ、プレステってね、ほんとになんか、出せば売れたゲームが、なんだ、時代だったから、出せば売れる時代だったから、結構企画が通るのよ。あれ、同じキャラ、足が。企画が通るって大事なんだよね。どんな企画でも通る時代っていうのがあって、まあ今は何の企画も通らない時代だよね、言ったら。売れる、何本売れるか分かんないと出せませんっていう。俺の屍を超えてゆけ。うん、ああいうのも、まああれは元が一個前があるからね。ネットやろうぜ、とか懐かしいな。ネットやろうぜ。青いプレステだっけ？黒いプレステだっけ？開発機みたいなやつな。なんか会員になれるんだよね、あれ。サターンはセガハードだけあって、ゲームらしいゲームで構成されていたね。まあ、あのゲーセンとかね、ああいう、そう、ちゃんとしたものが多かった。黒いやつか。結構うるせえ。ちょっと待って。さっきのリベンジか？ただ何か腕を強くしたりとかしないとダメだ。腕はどれだ？これは頭だよね。頭ね、頭も上げなきゃダメだな。体、体力か。頭上げよう。あれー、そんなことあんの？そんなこと。赤ちゃんが飯食いながら寝るみたいな感じだね。赤ちゃんっていうか子供か。昔ネットやローゼで作ったゲーム何本かやりましたけど面白かったですよ、うん、後にプレステでなんかソフト化されたよね。パレットとかさ、パレットだけかな。なんかでもあの電撃プレイステーションのディスクにさ入ってたよね、何本かね、毎月毎月。ゲーム探し枠で一人そういうそれを探してる人がいてさ、おそらく何巻だろうって分かってるけど、なあ、出てこないな。さすがに。うちね、テックサターンも全部持ってるはずなんだけど、ない。スクールだっけ、あれは。
そっか、ネットやろうぜじゃないのかな。正直そこら辺はよくわからん。ももうどうでもいい感じになってきた。足だ。腕とか欲しいけどな。オプス、危ない。おお、腕、これは、これ足。あった。このゲーム終わりあるの？終わりはあるよね。マンモスの牙でなんか塔を作って太陽に到達するとゴールとかいう、そういうゲームよ。ただ今何にもその条件が何も満たされてない。マルチエンディングなんだ。ああ、いろいろあるんだ。メインがその象牙の塔でってやつね。うーん、そう、うちもあるよ。あれ超つまんなくなかった、リミックス。でも買わないという選択肢なかったもんね。仕方なく全部買ったけど。やべっす、やべっす。本はあるんだけどディスクはない。最後は隕石迎撃して終わり。それなんだっけ。体、あ、なになになに、体取ったら、はゲーム雑誌減りましたね。まあしょうがないな。ゲームの本数自体はどうなんだろう。まあ出てるか。正直ね、今のゲーム業界ちょっと超大作みたいなのが出すぎ。超大作ばかり。それ、背方3章じゃん。ちょっと待て、えい。な、これ、あー、これか。ちっ、ぴょんぴょんしてたな。おっと、来た。結局何だったの、今のレベルアップは。はい、おやすみ。寝る方はおやすみ。これはちょっともうちょい、もうちょい、手がかり。一つでもいいから手がかりが欲しい。どうしようもない作品がいっぱい出てくれないと名作も出ないもんな。そうね。てか、どうしようもない作品がないと、どうしようもないっていうのは難しいけど、幅がね、ゲームの、発売してるゲームの幅がめちゃ少ない。もっと豊かな、なんかこう、ゲームのバリエーションが必要。前はお店の品揃えで例えたけど、そういうことですよ。売れ線の商品だけ置いてる店なんて別に品揃えいいとは言わないからね。ものすごく金をかけた、どうしよう。土地コンのあれのやつでニードリ、え、薄くて長い。本の方、2本、本の方だけ捨てたのね。いいんじゃない？あれ取っとくとね、ゲーム雑誌って取っておくと、取っておけば取っておくほど捨てられなくなるから、捨ててください。もうね、10年とか持ってると本当に捨てられなくなるから。20年持ってるともう捨てられるわけがなくなってくるから。うわ、いる、カバー。ゲーム雑誌とか、まあ雑誌すぐ捨ててください。本当に必要なもの以外。マジで捨てられなくなる。それを覚悟で持つならいいけど。ああ死ねーっていうか、生き返った。な、で、出たよ。何を言ってんの、出たじゃないか。あぶい、なんか、下唇が。バイトセルあるやん。あるよ。まさか知らないとかいうパターン？それはあかんぞ。それはあかんぞ。知らないのはあかんぞ。も即時処分しなきゃ。食っていく。ジャンプそうだな。体？食べなきゃダメだ。の部分が好きだったな。うちのサイもガバスを切らずに放置して十数年ですよ。そうだろう。もう捨てらんないでしょ、ファミコン通信時代のファミ通なんて。すいません、待って。PSP のバイトヘル知らないの、マジで。ちょっと待って。バイトヘル2000買わないと、じゃあ。あれはあれでいいから。どっちも持ち切りだから。まあ、どっちかするとグルーブ地獄5だけど。それをね、それを知らないなんてもったいない。壊しちゃった。ラーメンタイマー超使えるよ。本当だよ。毎回あれで盛り上がるがたまんない。まあ、これ終わんねえな。もう一話変わるな、これ。なんか手応えねえなぁ。もう一つ。バイトヘルはバイトヘルで面白いっすよ。そう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 。バイトヘルは、まあ、グルーブ地獄5好きだったらいける。ただやっぱ音楽作るあれがないから、やめとき分かんないな。これはな。いやぁ、ね。グルーブ地獄5好きだったら持っておいてください。いや、義務的なもんだあれ。持つべき。持たなければならん。PSP 版なんでちょっと難しいかな。AV 講義って何？はじめさんいらっしゃい。AV ってオーディオビジュアルのことか。
アダルトビデオか。最近先割がクリアできない。最近クリアって、クリアって何本 ?100? よし、魔王だけリメイクしてくんないかな。マジで、あ、100クリアなんだ。俺クリアなんてねえと思ってた。180、90ぐらいまでやったことあったけど、あー拾えない。もう連打しまくってんのに拾えない。はい、これ拾えるときと拾えないときの謎。なんだって、ちょっと待って、なんか向こうにいるな。腕をめっちゃ強くしてカバーをぶん殴ってる。鼻にされたロシア女兵の話とかしてた。あー、なんだろうね、 X ビデオの話かな。じゃ坂道拾いにくいから見えてても無視するようになる。マジで頑張って連打すれば取れるけど、頑張って連打しないと取れない可能性。おらー、たこやん放送終わったんだ。最近明らかな反射神経の衰えを感じる。こっちに来たってこと。わマジで発想。いや、あれだよ、反射神経ってあれよ、衰えないよ多分。そんなすぐメイドインマリオももう少し尖ったミニゲームがあったら。本当に衰えた時にはもっと大変なこと。何の音？よーい、帰ろ。反射神経ってなんだろう、乗りこなしだからな、体の。で、別にそんなになんか素早く動けることを前提としてない。資産ところじゃないな、今の。資産路、程度。ん？目が悪くなったから反射神経必要なゲームきつくなってきましたわ。マジか、でも目で見てなくないゲームって。目で見るから酔うんだよ、あれ。なんか、ぼやっと、あんまり鮮明に見てない気がするんだよ、俺、画面って。全体を、なんか全体の配置を把握する程度。あんまりこう凝視しないなぁ。よ、あ、鳥だ。え、それは多分情熱が減ったんだと思う。すげえ泣き方。シューターやからね。あ、シューターだから。え、目を閉じて操作してるの。感じだよね、ふわっと。そんなになんか目で追ってない。目で一生懸命追わない。全体を情報として見る。ああ、なるほどね。いや、でもその昔がどれぐらい昔かによるな。4歳ぐらいでクリアできなかったものとかだったらわかるけど、でもやっぱね、小学生の時はやっぱりちょっとあれが違うもんな。あれが、環境が小学生の時より下手になるっていうのはね、もうあると思う、それは。でも絶対ゲームの腕は上がってるはずだから、当時より。いやー、クリアできなかったものは今やってもクリアできないな。わかる。わら、小学生でクリアできてたのができなくなって、できなかったのができるように。なんだろう、何のゲーム？何のゲームの話してんの？誰に何の話をし、誰に質問してんのかわかんない。斜面ジャンプの飛距離にくさ。ね、シャバーンっていくから。はい、次は寝る方は寝てください。おやすみなさい。いや、寝る方はおやすみ。俺は次欲があります。100時間やったけどあかんかった。中学の時クリアできたゲーム、何のゲームだよ。それ何のゲームだ。100時間もやれるゲームって何だ。なぜかサボってたり、一段、そうそうそう。いや、格ゲーとかも意外とそうだけどな。イメージ違うな。イメージトレーニングが大事だったりとか、実際に触ってない時の方が、なんかこう上手くなってる時がある。危ない。お疲れ様でした。はい、やっぱ斜面取りづらいな、これ。次枠です。寝る方お休み。初めて来た。肉を食べることでめちゃめちゃこれ上がってるな。肉を食べると真っ赤になるから、体中が。で、拾って食べた時青が出るやつは多分赤と一番遠い色なんだの、これ。青はあまり上がらないくて、黄色がその、あ、いいね。黄色はちょっともうちょっと上がると。犬さんいらっしゃい。離脱した人がいるような、多分。またここかよ。ちょっと飛ぶ。あー、それ食べたいんだよ。よし、これもあった。食べたいものがいっぱいある。ここ、
足と腕を強くして頭を昔余裕だった DDR の7の譜面で息切れして失敗した。息切れあれでも目なんだよね。あれは完全に目の筋肉があれの動きに慣れるっていう。俺一時期めっちゃやってたからわかるわ。でなんか慣れて、体が慣れてると、目が慣れてるとどんな難しいのでも弾けんのよ。マジでどんな難しくても大概のものは弾ける。一発クリアができるようになる。ただそれができてないと無理。あのバスケットプロバスケットの選手が野球選手になった時に全然球打てないっていうのは、あれ使ってる目が違うんだよね。あれ太ももが重い。何の話だ DDR ってあれ体力があってあ DDR ごめん DDR かあれごめん B マニかと思った。なんだこれ肉流れてくるのが多くなるとわわわしちゃうので無理。なるほど。でもやっぱ B マニは本当に完全に目だったな。あれ目がついていくかどうか、動体視力というか記憶力じゃないん。どうって記憶力、いや違う、だって全く初めてやる曲でもいけるようになるからね。だから完全に目と手だよ、ね、が、あのもう完全にその脊髄反射みたいになってくるんだよ。考える前に押せる。ビーマニハ指の動き方が無意識に動くようになると一段階違う。そう、あれは完全に変わらず、あれ逃げちゃった。どっち来るの来ないの。あー、鳥も来た。来た。痛い。来るなら来てくんねえかな。来ない。これまずいな。スト4ばっかやっててコフやると技でなくてビビる。あれはね、コマンド入力のあれだよね、癖みたいな。格ゲーあるあるだ、それ。死ぬかな、これ。俺死ぬかな、これ。いった、死にかけんの、これ。半分死んでる。コツです。これは割と無慈悲に自キャラがお達者するのがなかなか。オープンを手元見ずに間違えずに押せるかどうかが一つの壁。よし、回復すんのか、これ。手元か、そういうことだな。場所を覚え、ピアノみたいだね。ピアノのプロの人みたいな。ブラインドタッチ的な。いやー、スカイさんもいらっしゃい、アオイさんもいらっしゃい。カバーがいなくなった。そしてまたここに復活してるな。これは助かる。腕がめっちゃ強化。反復練習あるのみだよね、ああいうのは。そうな、まあ体が慣れるっていうのがあるからな。手元見ないで配置覚えるまでに挫折しないかどうかが境目。そうだな、そこまで夢中になれるかどうかだな。俺はチャットにはまることでキーボードが完全に打てるようになったから、ブラインドタッチで。だからそれにはまらなかったらいくら、まあそれまで学校でいくらやってもダメだったわ。正直ブラインドタッチはね、慣れたらもう1ヶ月2ヶ月ぐらいだね。もう何も何なくプロロロって打てるようになった。ボウさんもいらっしゃい。も練習すれば手元見ずに弾けるようになるし。鳥。あれなんかこれ復活した。違う。腕か、腕を強化。鈴木強化ってどこ行ったんだ。半年もかかるかな。でも本当に夢中だったら、うん。いや、カバーいる。タイピングソフトいろいろ買ってみたけど結局チャットなんだよな。そうなの。あれタイピングソフトで上手くなった人聞いたことないんだけど、マジで。やっぱ違うよね、相手となんかこう話したいとかさ。あー、バツ&テリー。ギターもドラムもあるタイミングで、おや、思い通りに動くぞってなるよね。なんか急にポッてなるよね。あ、動く、いける。格ゲーもあるよ。格ゲーもそういうことがある。ちょっと待ってよ、持って帰るか。祭りをやっていただこう。ふぅ、え、こんな音鳴ったっけ。ある日突然一フレームが見えるように。なんかプレコフィッシュだよな曲みたいだけど。シンコペーションを身体で覚えちゃうとかね。シンコペーション、変化球もあると突然コントロールできるようになりますね。なんか音がする。ここは音がするもんなんだな。腕ちょっと取れない。頭青い。
曲か。脳のシナプスのつながりがいい感じになった瞬間なのかね。何なんだろうね、体と脳の何かが。僕は1週間でできたけど、スライダーは2年半かかった。スライダーって野球か。何の話かと思った。待って、俺なんか棒読みが変。棒読みじゃない、米読みが変だった。難しいこと言ってる。肖像は難しいことばっかだよ。スライダー飛竜。死んでくんねえからな。そこまでじゃない、ごめん。そこまでじゃない。そこまで思ったことはない。悔い改めてくんねえかな。スライダー飛竜の人は。どう、ちょっと。とか寿命ないぞ、もうこれ。ちょっと待って、あのストーンヘンジどこだ、真上だっけ。意外と近かった気がした。ある程度の時間練習すれば覚えるっていうのが、だいたい1万時間っていう説も。そうなの。マジで、マジで。あ、あった。あ、ここじゃねえ、探してたの。あ、でもこれだ。これ何なんだろうな。じゃない、スライダーモリモリドラゴンクエスト。スライムだよそれ。1000時間。あー、なんだよ、この石持つと寝ちゃうのかな。まだ寝れなかったっけ。教習初日で乗れたな。まあどうだろう。あ、鳥だ、見えない。来いや。あれ、来ない。あ、いた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 。バイクが空を飛ぶ、そんなのアリババ。スーパー金魚じゃねえかそれ。ああ、元気だろ。なんか教習1時間だったものな。鳥の癖による飛ぶんじゃねえよ。本当だよ。この頃の鳥は飛べたんじゃない。これ来ちゃうと寝ちゃうのかな。俺あの石なんか関係あると思うんだよな、何かに。生き物にぶつけるか、持って帰ってくるか。何かしらないと困る。俺だったら何かつける。栗だ。なんかずっと夜中もさ、鳥が鳴いてんのやだな。うわ、寝たし。寝るね。はぁ、あ。グランダー武蔵、おい。見逃してたわ。フィッシュってやつでしょ。あいつら寝ないから。さっき途中で起こされちゃったからね。あー、なるほどね。睡眠欲がまだ。トリトンドルレイナ。トリトンドル。トリンドルっていくつなのあれ。あんななんか幼児みたいな、幼児みたいな感じだけど。いいのあれで。二十歳超えててあれでいいわけ。二十ちょいだっけ。あれさ、なんか五歳、六歳ぐらいの感じじゃん。何をしたいのマジで。こんばんは。はい、こんばんは。30ぐらいで急激劣化したら怖いな。そうだよね。あれ劣化した時に何にも通用しなくなるの、あんなキャラで行こうとしてたら。てか、ないぜ。どこ行っちゃったんだ。うわ、なくなったし。頭を良くしていこう、じゃあ。死ぬな、これ。寿命ってなんだ？世代が変わっても寿命は引き継ぐんだけど。ちょっと怖い。あのキャラで30過ぎたらどうする気なのか。コリン星も通用しなくなる時が来たからな。どうするつもりなんだろうね。マンドリルレイナって呼んでますね。マンドリル、なんでだよ。最終工程。最終工程。コリン星なんで爆発したん。なんだろうね、ストレス。なんだろうね。あれじゃん、ベジータにやられたんじゃん。その生き残りがあの人なんでしょ。あの島の城の、あの城じゃ、あの星の王女というか姫というか。星にも寿命がある。そうだな、超新星爆発。ローラ、嘘、ローラどこの人。木星、木星帰りの人。葉っぱはなんだっけ、足か腕だ。前提の無念を晴らす。こんなとこ行ったっけな。なんだこれ。あー、足か。足そんな速くなってるかな。どうやらマルシアみたいになるんじゃないだろうか。マルシアみたいになる。何それ、機械の体。青かこれ。
歯車がいなじゃ。歯車を一泊を。五輪星はほら、本人がそろそろ年齢的にきつくなってたから。普通のことじゃねえかよ。めちゃめちゃ普通のこと言ったの。おばあさんになってあの口調なら逆にすごいよね、ローラ。そうだなぁ。でも、いるかなぁ。そういう意味で。なんたらモレちゃんとかいう感じ、あんなに推しが強い感じになっかなぁ。わら。せい、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 せい。小暮を見習いを設定は貫き通常処分。お、和菓子。小暮、デーモン小暮ね。小暮って言うのよ。小暮は滅んだのよ、鉄郎。高年期とかあるからさ、笑。高年期って、あ、投げ物だ。赤いやつ。おばあちゃんであれだと地方省で幼児対抗してると思われるんだ。やだそれ。いつになったらアグネスとボビーは普通に話し始める。あれは日本が嫌いだからならないんでしょ、アグネスは。何十万歳。日本大嫌いだ。52ぐらいかな。10万52歳ぐらいか。機械の体なんかいらないよ。根性があるからいいパーツになるはずだったんだけどな。あ、自分は減った。ジャガーさんも設定ちゃんと守ってるもんね。ジャガーって千葉のジャガー？デーモン閣下は、吉野ぶかりの姿で住民票を取りに行ったりもするさ。へぇー、まあ普通人間の体でね。いやー、なんかよく寝るようになってきたの。これ死ぬのかな？死んだら何が起きんのこれ。世代、え、人か。おかしいな。寿命が戻らなくなったな。やっぱあの岩のとこ行かなきゃダメ。ちょっと。どこにあんだ岩。役場職員にバラされかけて切れてたな。何を？本当のやつ。死後の世界を発明すれば死後の世界に行けます。まあ、どういうこと？デーモン小暮不倫でなんかニュースになってなかった？え、いつ？知らないそんな話。興味もない。大地、興味がない。なんかいる。投げ物があるよ。大霊界？大霊界？あれは小悪に捕まっただけよ。大霊界？うわわはわはわ、わこつだ。の丹波鉄郎ですか？閣下が来た？丹波鉄郎。不倫っていうか隠し子じゃないの。刀みたいなのしてんだ、これ。体に効くやつ。あ、隠し子だ。隠し子。そう、本当なの？うわぁ、グロい。は本当安心して聞いてもしかしてこれ猿大事じゃね？多再生なんやろ。あの人だって、あの魔界っていうかさ、魔界ではどういうポジションなの？結構上にいる人？閣下だし。閣下が一番上ではない。あ、なんか違うやつある。和菓子、違う和菓子。足。お年寄りデーモン出るたびにブチ切れる人多いらしいけどね。なんでなんでなんで、ふざけんなって。リューク的な立場じゃね、適当。へへ。あ。はい。猿いっぱい食えばなんか賢くなるんじゃないこれ。相撲は神事なのに悪魔とつながり持って大丈夫ですか？いや、わかんないね。なんなんだろうね。で、老若男女さんっていつも NG のポイントがめっちゃついてるけど、なんで？あ、でもそうでもねえな。そんなにはついてねえ。すげえ気になるんだけど、いつ見てもなんかついてるからさ。昔閣下が NHK の相撲中継で出て笑った。そうだ、いや、よく出てなかった、あの人って。相撲大好きなんだよ。大手で目立つこと言ってるんだろ、笑。大手で目立つこと。なるほど。今、大手って何やん？結構ついてそうな気がするけど、自分だとわからん。ついてないよ。わがはい。その気の。っていうか、正直、老若男女さん以外はすげえ綺麗な体してる。綺麗な顔してるぜ。え？何の話だよ。え？いつ？ライデンためえもん。曲がうるさい。でーい。という設定処分。という設定。老若さんやって大手で目立つことやったらわかるけどとか言うから。あれか、冗談が通じねえ奴らがいるとこでなんか言ってんだ。そりゃかわいそうだ。うちの込みでは何にも害がないんだけど、むしろその、かなりのこの、なんつうの。
あたかもやってきたかのようなコメントで。ソライド時代から相撲ファンだよな。ははそういうことかい。ライデン食べ物っていつの人だ。いやよつけてないから蓄積長いとかじゃない。ああなるほど、ね。ライブ後に用紙の仮の姿で打ち上げをしている。居酒屋の店員にバレてた。なるほどね。めんどくさいそれは。寝ちゃいそうだなそろそろこれ。ふえ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 。いない。なんだ静かになった急に。おお鳥来た。江戸時代の横綱。江戸時代か。プレミアム6年継続になったけどマイナス力上がってるのかな。マイナス力上がってんじゃない。プレミアム6年だったら1200じゃない。おっ、おー寝た。ガチャッキーにって王権か誰かが言ってたな。でもなんかネット上にあるよね、カッカの素顔ね。インタビューに容姿の仮の旗でございますって言っててちょっと笑った。すごいな。おなんか向こうにいるの。お母さんまで。そっか、まあ、地球ではこう母という設定だと。仮の、え、わー来た来た来た。カバ？物真似してるやつあったはずだな、ニコ道に。マジで？いい母親だな。なあ、分かってるな。あんまり言うと浪人用にされるぞ。親父でノリがいい親父ってあんまいないよね。ノリがいい母ってよく見るけど、芸人とかでも。親父はみんななんかもう、おとなしい感じだ。泣けてきた、どうした？カバがスルー。そして腕を強化して殴ると。親父ってあんま出てこなくね。ね。意外と早く死んでたりするしな。三村の父親ぐらいかな。マジで？運の悪いヒポポタマス？違う。運が悪いかもしれない。あー、鳥！鳥が砕ける。お昼にやってる昼帯ってデーモン小暮カッカって名前で出てるのが笑える。へえ。いや今はもうカッカつけてる。50を名乗って芸能活動してる。カッカに変えられるなら浪人用と誠人間だって。 URL 省略。あった。マジか。カッカが素顔でモノマネって何？誰のモノマネをするの？全く見えてこない。見えないこれ。まあ大学時代のだけど。あ、そんな映像があんの？誰がアップしたのよ。そもそも。よいしょーい。まだ先に進みたい。元気。和菓子。T、青いシャツ着てるみたいな。あ、もう拾えない。拾え。青はいらん。これが、黄色は必要。はい、腕が強い。これネギは何だ、ネギは。ネギは T シャツだ。ちょっと強いやつだ。あ、ジャンプ早い。やべ、ジャンプ早いぞ。フリーザ様みたいな上司のいる会社ないかな。どうなのあれ。本当にあの人は上司として、立派な人なの。まあ、一言で言うと塗りやすそうな顔してるよね、わら。マジで？そうなんだ。曲変わった。足が黄色い。よし。あれはコラだよ。どれ？フリーザ様は意外といい上司だよね。いや、どうなんだろう。あれは本当にどうなの。でも人があんだけついてくるってことはカリスマ性もあるってことだよな。まああれ、フリーザは一族としてはちょっとでかいから。え？コラ？あー、はいはいはい。石場？石場？え？誰？リンゴ持って走ろう。そっか、わら。なんか、コラだった？あ、あ、鹿か。違う。お前なんだ？逃げるし。メガトロン様。メガトロン、マジで？サイヤ人一般あいつら、いや、メガトロンはいいけどさ、下っ端が問題ありでしょ、あれ。下っ端の問題がでかいんだって、トランスフォーマーは。ただ、ね、偵察に行けって言っても、撃っちゃうでしょ、あいつら。絶対仲一緒に仕事したくないわ。すぐ撃つ、味方も敵も。敵も味方も。一番いい上司はサイクロナスなんじゃ。誰？スタースクリーム。なんかすげえ高いとこ来た。あの問題ある。スタースクリーム。のミスや裏切りも許して重要する。へぇー。あー、危ない。あー、危ない。おい、どこまで滑るこれ。滑る。やばい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 。落ちるぞ、落ちるぞ。ダメだー。これどうなってるこれ。どうなるのこれ。落ちると。
ビーストウォーズメタルズだっけば7回面白かった。ビーストウォーズは面白いからな。やっぱり落ちる。早く早く。スタースクリーム後継ぎに考えてるんだと思うよ。へえ、え、加速している。これは確実に加速しているぞ。止まりそう。よく寝れるなぁ、羨ましいわ。メガトロン途中でもチバトロンなら上司になってほしいなぁ。実際に山の斜面で寝るとわかるけどめっちゃ危ないから、ね、いや、そうだよな。それはもうわかる、想像つくわ。こんなことにはなんないと思う。ジャンプ。すげえゲームだな、それでしょ。意味がわからん。ちょっと画面が暗い。もう一回ぐらい寝そうだな、これ。ちょっと、どこまで登んの？斜面で寝るってこと自体すでに危ない気が。おいおい、頂上か？頂上か？でも何もないよ。おお。ああ、落ちる、おお。なんなん、これマジでこのゲーム。わからんね。寿命減るな、これ。飛んじゃおう。飛んじゃおう、飛んじゃおう、ぴょんぴょんしちゃおう。お、緑が見えてきた。なんだなんだ。なんだ、なんだこれ。あ、キノコじゃねえ、タケノコだ。た、取れない。食べた。腕。腕青い。これ、ああ、さっき見たな、これ。足青い。あ、違うの来た。腕青い。なんだよ。タケノコ食いたいな。コンボみたいな上司は多分ダメな上司だと思ってる。うん。いい考えがあるとか言ってものすごい失敗しそう。キノコブアーサスタケノコ。どっちも食え。どっちもタダだったら嬉しい。コンボは大変な上司。そうなの？これ体が黄色くなるやつだ、これ。はい。黄色 T シャツ。これなんだ？さあ戦いだ。なんか右に今ピンクの見えた。投げ物だった。生き物だった。あー、嫌な予感。なんで逃げんの？当たった。よし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 。来い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 。ピンチになるから。バブリースライムみたいな色。やばいやばいやばい。やばいやばい。バイソン。あ、タイミングわかんねえって。アクション性はあんまないな。で、大体部下が尻拭いしてる。何の話してたい。コンボイね。大阪のおばちゃんの服みたいな色だな。気持ち悪かったなぁ。あ、え、怖いんだよこいつ。やる気は感じる。やべ、このゲーム2時間やってもわかんねえんだけど。これ一つもなんか来ないなぁ。何も来ないなぁ。手応えが、まあ手応えはあるっちゃあるけど、これ以上の手応えはまだ先なのかな。そんなに早く終わっちゃダメだもんね。頭脳は上げていこう。あ、あれ、寿命伸びたぞ。寿命が伸びたな。女なのに裸、同じ、あ、裸じゃねえ。魂の数が増えた。ね、増えたね、やっと。やっと増えた。家があっても入れないし。何の話かわからないから怖い。怖い怖い怖い。敵かと思った。何の話だろう。部下とか上司の話だ。手前に行こう。曲がうるさい。はい。生首越えよ。おお。生首？来るかな？来た。よし。みんなで食おう。とりあえずこれ集落をパワーアップさせるのが大事らしい。何をするゲームなんだろうね。2時間やってもよくわからん。トランスフォーマー知っててもそのエピソードは理解しがたいんだよな。何の話？部下が尻拭い？っていうかね、組織としては意外と弱いんで、あれ、なんか寝返ったりするでしょ、たまに。あら？なんだこれ。意外と。マンモスの牙で塔を作って太陽まで行くゲーム。そう、まあ簡単に言えばな。なんか、ちょっと、探り探り行く。あ、寝た！頭から突っ込んで寝るよね、このゲーム。そうだよ、さっき、ジャンプ中とか寝たもん。登山中とか。
いやー、とりあえずなんか何かがある気がしてやってるけど、今んとこよくわからん。面白いけど不安もある。ながら寝た。何が起こるかわからないっていうちょっとワクワク感はあるな。意外とゲームで最近ないからな、そういうのな。ワクワク感というか。だんだんパワーアップしてるんだよね。してるしてる。イボンコペッタンコ。だから。不眠症で悩んでる時にやるといいな。イボンコペッタンコ来たぞ。不眠症で悩んでる時にやるといいな。あ、でも、いや、寝れなくなるんじゃない、逆に。運転手とかパイロットには一番向いてないタイプ。そうだな。おお、なに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 。しちゃうから気をつけて。だろ？だから不安はあるなって思った。文化レベルが上がってんだ。じゃ、なんだ、今度は何がモテるようなんだ、俺が。あ、文化レベルが上がると。普通の症状だよな、いきなり寝るの。あったここだ、俺が来たかったとこ。で言うと、ガルバトロン様はちょっと遠慮したい。わらわら。わかった、場所わかったからもうみんなに食おう。トランスフォーマー上司で言うとガルバトロン。ガルバトロンって誰だ、サイバトロンとデストロン、サイバトロン、あれ、やった、真下だ、これ真下に行けんだ。不眠症の時ハンドル握るとまぶたが落ちてきたな。なんで、なんでもう起きるしかないかって思うと眠くなる不思議は何、あれ人体の不思議かな、神秘かな。食おう。文化レベル、文明レベル上がったんだけどさ、何も変わった気がしないよ。色気づき始めた。あ、あった。いつも眠い。こいつらもそのうちサブカルとか語り出すのか。嘘、早いな。きったこれ。一緒寝て死ねってことですね。死にたいってこと。勉強しなきゃって地に掃除がはかどるみたいなもんか。そう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 。とりあえず一食ずつやっていくからなんかこれ。ダイビング睡眠で爆笑して電源切ってから起動してないや。ダイビング睡眠で爆笑して嘘。そっか。え、なんか変わってるこれ。変わってねえよな。危ない。掃除始める遠くから見つけた漫画読み始めるやつか。そうそう、テスト期間中というかさ、なんかテスト前とかに、なんか急に部屋掃除し始めて、ちょっと待て。寝るなよ、寝るなよ。なんか向こうにいるな。もうちょっとでかいのがいるな。でかくね、あれ。ん？猿じゃない？引っ越しの荷造りとかね。何？どういうこと？え、引っ越しの荷造りいつ始めるの？この縁とかあるよ。いい、あ、そう、あ、そういうあれなんだ。来いよ。テスト前になるとスーファミしたくなった。食べる。泳げるようになるってことは行ける場所が増えるってこと？よし、強くなったね。これをみんなで食べよう。今何ができるんだろうな、これ。茶色のインみたいなの。嘘でしょ。あ、いや、死んだからでしょ、これ。死んだから増えた。寿命だよ、あれ。ライフじゃなくて。テスト前のゲーム用に出すし、そう、いや、違うのよ。テスト前のゲームってやっちゃうけど、やめたい。勉強しなきゃいけないって分かっててもなんか、なんて言うんだろう。いや、これ絶対このテストをしな、テスト勉強しなきゃいけないって気持ちがなかったら超楽しいのにって言いながらやっちゃう。部屋を片付けるんじゃなく、うん、逆に部屋ではなく物置だと考える。という逆転の発想。泳ぐっていうか水面でジャンプできるようになるんだけどね。テスト前に勉強しなきゃってなるとゲームをしたくなる。ねえ。でした。息抜きが本業だから仕方ないよね。本業ってなんだよ。おい、木より高くジャンプしてんの当たったぞ。申し訳ないけど、寝る方はおやすみなさい。そして、次枠があります。はい。寝たよ。タイム切ったら速攻寝たよ。鳥が来てるね。起きるね、これ。ちょっと、許さん。和骨です。お前を許さない。違うのも来た。倒せない。犬さんいらっしゃい。来い。来なくなんだよこれ。やるな。いや、いた、来た来た来た。けど上だ。来るのこれ。
そう、怖いね。あ、ここのあれどうなったかな。ある。これどうしよう。どうせ持ったら寝るんでしょ、これ。これで寝たいな、とりあえず。寝るボタンってねえもんな。やべえ、なんか押しちゃった。は？なんか出てる。なんか見れてる。タワー？なんか見れるぞ、スペシャル。わからないからやめとこう。タワーってタワーでしょ。戻りたいけど戻れない。戻れた。どうせこれ持って走った危ない。あー危なかったー。これ持って走ったら寝るから危ねえと思ったらほんと寝たわ。そして起きる。よし、せっかくだ。よし、一個は食べよう。よい、一個は持ち帰ろう。上と下に重要なあれがあるんだな。ポジションが、ポジション施設で。ちょっと寝よう、向こうで寝よう。なんか読み込んだのディスクを。寝ちゃうよねこれ。みんなもさすがに寝たかな。でもロムってる方がいらっしゃるのでやります。っていうかこれちょっとね、動画を作るにあたってやらなきゃいけなくて。ストーン返事かな。そう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 、ダギさんいらっしゃい。やっぱね、さすがに寝てるよ。俺別にやんなくてもさ、いろんな人のコメントを読んでさ、まあまあ動画にまとめることもできるけどさ。寝たら朝が来たる気がするから寝ない。そうでしょ、これ朝来たら寝ないの。これ朝は寝ないんだ、まさかこれ。もういつ復活すんだよこれ。なんだ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 おい、なんだおい。は？レベルが上がった。おお、なんか石じゃねえよ、骨。マイパンダさんいらっしゃい。武器が強くなったのかな。見えねえんだってたから。わからない、今の状態がどうなのか。なんで今上がった、物を投げたからかな。水の上をジャンプできるって言ってたんですよ。おお、すごい、すごい、すごい。煙巻き。いっぱいあるやつ。消え、そうな。何の骨なんだこれ。テスト前勉強するという理由で集まって遊ぶよね。やるやる。で、なんか、結局やんねえじゃねえかって言いながらすげえ盛り上がる。あの、あれも青春だよ、一つの。楽しかったなぁ。これが新人類ですか。そうだな、長州力になるのが目標だな。ゴールドマンさんいらっしゃい。力ラリアットでポン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 だから。朝は寝ねえんだな。うぅ、ふい、ふい。飛べないなかなか。歯車はいっぱい食う。これも和菓子なのかな。ボンバーマンとかやったり。ボンバーみんなでな。この入れ墨は何の力があるんだろうな。図書館に友達と勉強しに行ったのに漫画読んでた。図書館ってどれぐらい漫画があるの。図書館ってほぼ行かないから分かんない。なんだ、夕焼けかな。おお、赤い。また山がある。今度笑ってはいけないに聴衆と天竜出るのかな。どうなの。家からも。はあ、寝たー。家から持ってきてもらうか。今度の笑っていけない、どうなんだ。じゃあ聴衆、あれは出るじゃん。武藤じゃねえや。誰だっけ。は、長谷じゃねえよ。もう出てこねえわ。山崎法政がぶん殴られるやつ。それは出るよね。あの二人に喋らせたとこはおもろかったけど二度入らんか。あ、そんなにやってんの。まあしょうがないよな、あれ。プロレスラーってでもあの二人だけじゃねえよな、もっと、あ、蝶野、そうそう。もっと、いや、いるじゃん。もっといっぱいいるじゃんね。大谷と仲良しのあいつとか、あいつなんてだっけ、黒パンツの AV 男優みたいな人。超いい声。昔そんな声じゃなかったのにさ。
なんかすごい。社長さんの放送で年越そ。嘘でしょ。誰なんだ。いやいやついてるぞ。この山さっきの山じゃね。もうじゃあ越えるか。この山を越えて行け。なんか源平ともえ的なジャンプの難しさがあるこれ。なんだこれ。年越しはアニメかな。ボールじゃねえ、投げ物だった。アニメが何があんの？長州力から。長州力。今年も一人。どうなるんだろう俺は。誘われるかもしれんけど、わからん。怖い。テクスチャーが怖い。なんとか物語のシリーズのやつやるらしいし。わ、初めて物語？マジか、超見て。モグタンのお姉さん出てないかな。来たー。タイミングス。え？いいわそんなん。モグタンとモグタンのお姉さんが見たい。今の。モグタンの声優さん誰だったんだ？あんま興味ないけど。これ何これ？これ違った。すごいこれ。いやーこのゲームわかんねえなー。やっちゃうけど。飛ぶねえ。飛ぶねえ斜めに。カバーを殴る。コンビニ年こそかも。俺でも鹿児島で一人暮らししてる時に鹿児島でさ、ちょっと買い物行こうとか思ってさ、ふらっと外出たらさ、なんか、俺ら、あと3分ぐらいで年越すぞみたいなタイミングで。さすがに家に帰ったな、あれは。やべえっつって。その時まだ若かったからさ、なんか、やっぱりなんとなくコンビニで年を越すっていうことはもう、ちょっと敗北感が強かった。今となったらどうでもいいわ、正直。店員に明けましておめでとう、金よこせって言えるね。金よこせって言えるの？言えるんかい。あ、そうです。そっちの人か。葵さんいらっしゃい。カバーがすごい坂で。お年玉ください。お年玉。よく寝てこすけどね。そうね。もう結構寝るようになってきたな、俺も。わこ。もういいわ、寝みしって。でも小学校の時の年越しってすっげえテンション上がらなかった。起きてていいっていう。なんか起きていっちゃい、怒られる時間に起きてていいみたいなさ。で、小学校高学年になるとさ、自転車でみんなでさ、除夜の鐘また始まったよ。また不思議な踊り始まったい。年越しの瞬間ジャンプする昔やったな。やった。一回やったことある。テンション上がるけど、はじめさんいらっしゃい。嘘。わらわら。でも、あれじゃな、テンション上がったよね。なんか夜まで起きてていいみたいな。もう今の子供ってそういうのないのかな。もう、な。年越しと鳥の市は深夜イベントでワクワクした。鳥の市って何？正月はやっぱりね、正月に限る。太るな。今の子供ネットと上手普通に落ちてるからな。まあだから、いや俺でも去年とか、ニコ生主をやるようになってからは誘われなければ、普通に年越し放送とかやってた気する。逃げないで、糧となって、よし。の坂。日テレに年越しの時間騙されたっけな、しょぼん。キャー。これむずい。ちょっと。ヘック。これはなんだ。電波少年、わらわら。電波少年？電波少年じゃないですか。日テレの年越しの時間騙された。何それ。それ怒られたでしょ、さすがに。どうなの、怒った、小僧怒っちゃった、女の金プンプンした。年越しはなぜだか寂しい気分になるから苦手だ。いやー年越しかー、どうなんだろう。いやなんかちょっとあるよな、一人でっていうのはあるかも。だから中学生とかがさ、夜中チャリンコで走ってるよね、男だけ3人ぐらい。あれ見るとちょっと俺なんか笑うっていうか、なんかウキウキするね。なんかムカついたけどよく考えたら久々だな、俺もあったなみたいな。なんか家にいたくないみたいな、お年頃。プロデューサー曰く、いや、間違えた方が面白い。誰それ、あいつ土屋とかいうやつ大嫌い。もう年越しそばいいね、天ぷら入れてゴージャスに食いたい。11月、そうか、俺の方の風習にはないな。でもあれか、あれなのかな、
孫の手じゃねえよ。なんつうんだけど。いやー、だって昔はさ、三が日ぐらいは商店街もなんか店とかもやってなくてさ、コンビニ前、コンビニ以前ね。コンビニがこんな普及する前ね。コンビニ自体は結構前から存在してるけど。あ、でもスチームのセールは楽しみだ。なるほど。ドゥーン。飛ぶけどさ、飛んでも前にはいかない。一斉に休むのを義務化すべきだよな、少しは。そうだね。年明けた後もうもう、だって、この、ここの会社が休めないから、あそこも休めないとか、そんなんじゃん。この柄が関係あるんだな、きっと。多分この波みたいなやつが、多分。わお。スペインなんて毎日昼寝してるのに。昼寝？熊手？あ、熊手だ。熊手やね。なんか空が変な色。ドラえもんにそんな話あったな、動いちゃいけない日。ドラえもんなのに動いちゃいけない日。カリカリ。ぐーたらの日。何それ。誰が決めたの？それ、のび太が、もしもボックスかなんかで決めたんだろう。ちょっと叩けない。働いちゃいけない日だっけ？へぇー。決める、みたいなやつだったっけ？日本なんだっけそれ。ポケ、なんたら、のび太が決めた国会。なんたら国会だっけ？あ、すいません。ポケットギロチンだっけ、なんだっけ、ちょっと待って、帰ろ、一回帰ろ。のび太が決めた。すごいな。実際さ、ドラえもんってのび太が作ったことになるの？ファイブマンでも、幹部と下っ端の立場が入れ替わる日がありました。ファイブマン？マジで？ファイブマンって面白いな。ファイブマンってどんなんだっけ？歌はわかるけど。のび太が無理無理。のび太が。商品の最終回でそんな話あったね。そうだけど、本当にオフィシャルだとどうなってるのかな。オフィシャルはそういうのやりたくなかったのかね。あったあった。笑。同人はあったよね。あれでなんか訴えられたよね。めっちゃ売れちゃって。でもちょっと本人よりちょっと上手いというか。適当。お、なんだこの雲。あれも最終回やったの？やってない。なんかこれサッカーボールみたいなのある。なんだこれ。投げ物だったい。せわし、ああ。せわしって何世代先だっけ？ひー孫ぐらいだっけ？コンブトさんいらっしゃい。あれ？なんか今あった。どんな動画作るんすか？いや、ゲームの動画です。本家としてまかり通ってたよね。プレステのゲームの動画なんですけど、完成まで楽しみにしてください。あの同人は藤子イズムが分かってねえと、ああ。信者の俺は思ってる。あ、わかる。ちょっとな。なんかちょっと、うん。なんか違うなって。お、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 あ、あ、持ったまま来ちゃった。走れねえ。ジャンプが高い。魚がやばい。あ、え？俺泣いちゃったけど、嘘180。あ、これか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 。あれが一応最終回なんじゃね？表情とか嘘100。あ、笑。なんかもう一個ここにある。なんかこれなんかふわっとなってるよ、これ。ふわっときた。表情とかチョイスがちょっとおかしい。なんかちょっと違うよな。なんだ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 。なんかぐるぐるしてる。違う。なんかぐるぐるする。ぐるぐるするやつだ。あ、それそれ。嘘？これ？ぐるぐるするやつ正解？長押しかな。いまいちわからない。ドラえもんが帰るときにジャイアンと戦うあたりで泣く。あー、ドラえもんが帰るとき、あの本当の話。未来の区切りのやつか。でも未来から。はいはい、あったね、そんなのね。結婚するとか言われたらグレるわ。どうなんだろう、ジャイコも別に悪いやつじゃないと思うんだけど、才能あるし、絵も漫画家として結構大成してたしさ。なんだっけあの人。なんて名前だっけ、ジャイコ。ミエリーノみたいな名前。違う。なんだっけ。ちょっと待って。あれまた違うやつ乗ってるこれ。あ、クリスチーヌ号だ。なんだよこれ。トーン記号的な、ヘオン記号的な。作者なくなってから CM で好き勝手やってるの。ねえ、ちゃうし。そうね。ちょっと、俺はね、サザエさんは好き。実写サザエさん。あの、浅野とかじゃ、浅野ただのぶの方ね。手塚もね。のび太は一人努力してようやく人並みなんですよ。のび太っていいどこ何もなくね。ガンマンとしての才能と寝る才能。大人になったら意外と、いや、ガンマンが役立たないな。ドンモン、ドラモンガーシにして、あ、なんだって。
当たりでなく、ドラモンが安心して。あやとりすごいよ。あやとりすごいね。カツオのミートはやりすぎとは思う。ねえ。タラちゃんが、うわぁ、なんだこら。なんだこの山。あぶねえ。あやとり、昼寝、射撃、うん、映画版での勇気。ねえ。伸びた葉社畜の鏡になりそうだな。いやーどうなんだ。でも伸びたってたまにすっげえすごい時ない?なんか。お前ちょっとそれはクズだろみたいな。やりすぎだろっていう。お前ほんとクズだろみたいな。お、曲変わった。映画版ジャイアンはな。なんだ曲これ。曲変わったよ。権力渡したらいけんやつだね。そう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 。うわ、海だ、危ねえ。いや。そうねー。開拓士?宇宙開拓士?あ、違う。ね。似たもの夫婦だってこと。誰のび太?村ワール。ね。これはいい悪いって。もうの、あいつで、あいつが寝るテスターでやればいける。お、なんか茶色い層が出てきた。なんか一瞬ディスクが読んだのよ。うん、じっつった。夫婦は似る、そうだね。宇宙開拓士のギラーミンとの決闘シーンは胸熱。へぇー。え、どう、いや、見たいなぁ。そういうとこ見たいなぁ。ゴリライモっての燃えたな、作者違う。違う、作者は違うんだっけ。飛び方、わらわら。飛び方やばいし。斜めってるから。うっ。歌ゴリラは本人が自分の名前嫌でそう呼んでくれって。そうだよ、ゴリライモとかとはわけが違う。好きすぎってハブられてるの?ハブられてるんじゃなくて、あの、友達の中でもいるじゃん、ちょっと、たまにしか来ないやつって。あれだよ。あの感じ。ハブられてるんじゃなくて、ちょっと、あの、優先順位が低い。あの、合わないんで多分。IQ がなんか、ねえ、IQ に差があると話が合わないって言うじゃん。ドーン。来たよ。あいついると映画すぐ終わっちゃうんだもん。揉めないってことすっと終わるってことやだな、それ。出来すぎくんの名前に詰まったんだって。そう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 。出来すぎなんたらだよね。二つあるんだよね、なんか。うわ、スライディング睡眠。そう、違うグループ、もしかしたらなんか出来すぎの別のグループがあるのかもね。すごい滑ってる、これ。ボブスレー。僕塾があるから。塾。クモン行かなきゃいけない。どげね。すごい滑ってるけど大丈夫これ。死にはしなそうだ。すやすや。劇場版の出来すぎはタイムパトロールやってるっていう説。何それ。何それ。ジャイアンって出来すぎと喧嘩したらボコられるのか、ボコに返せるのか。いや、出来すぎは腕力あるとか見たことないけど、もしかしたら何か持ってる可能性。まだ、実力がわからない。ジャイアン、出来すぎ。ジャイアンって他の生徒にどういう扱い受けてるのかなぞ。意外と友達がいる感じしねえから、もしかしたら、あいつうざくねっていう感じかもね。あいつと遊ぶと、物取られるし、みたいな。意外と近寄られてない。まあ、たまにいるよね。なんかちょっと太ったキャラとか、友達。スネ夫、この映画。静香ちゃんも大体なんかバドミントンの羽が引っかかったっつって友達出てくる。あ、そう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 。中学ぐらいでなんかだんだんこう腕力とかがみんな同じぐらいになった時になんかすごく、あいつにはひどい目にあったっつって。でもあいつの家しか野菜売ってるとこないだろうな、的な。なるほどな。あり得るな。家野球やる子分二人ぐらいいなかった。そう、いるいる。なんか太った、ちょっと太ったやつと。腕力で支配してる感じ。そうね。まあそういうこと、小学校の時そうだよね、でも。ゴリラブタ、ファ。ゴリラブタ?豚ゴリラ、ゴリラ芋。誰やと。豚ゴリラって自分で呼べって言ってんでしょ、あれ。すげえセンスだよな。豚ゴリラ?豚ゴリラ?怖いな。中学で身長伸びないパターンっぽい。レストラン食べるな。食べるの?どこだっけ?それ。カオルって名前が嫌い。ねえ、女みたいな名前だからでしょ?なんかちょっとこれ海底に行ってみたい気してきたけど。もう魂が3つだよ。なんかいるね。なんかいるね。違った。なんだよ。キウイバードみたいなのがいんのかと思った。とんでもねえド M やな。豚ゴリラって呼んでって。静香ちゃんののしれと。みんなののしってくれと。彼女の名前が父親と一緒で悩んでる話見たな今日。あれなんて名前なの
しずかちゃんってのび太選ぶとか見る目ないね。いや、しずかちゃんがのび太選んだのってもうちょっと後でしょ。お、マジか。へぇー。蝶さんのあれだ。探検僕のうちの蝶さんのあれだね。八百屋、八百屋じゃねえもんな。あれ雑貨屋だよね。デパートだっけか。よろずや？しずかちゃんが結婚する前にお父さんがしずかちゃんに言ったセリフ好き。ああ、まあね、あれはしょうがないよ。あれは全員、結婚前夜はもうあれはしょうがないじゃん、もう。もう泣ける、泣けやいいのっていう。え、泣けばいいのこれっていう。てか、寝ちゃうな、これ。豚ゴリラはまるっきりいいやつなのがすごい。あ、あいつちょっとね、なんだろうね。なんか、結婚前夜とおばあちゃんの空気が読めないだけで悪いやつ、害がそんなにない。なんか暴力振るってきたりみたいなことあんまないだろ。問題は弁蔵さんの彼女が可愛かったりとかするとこだよ。弁蔵さんってなんか途中で引っ越してきたよね、あいつね。最初いなかったと思うんだよ。結婚前夜とおばあちゃんの、ああ、そうだな。おばあちゃんは。結婚前夜のお父さん演説は、娘いる人には相当来るんだろうなと思う。なるほどね。これ寝ちゃったら死ぬな、これ。寝たら死ぬな、今これ。うわぁ、やべ。寝たら死ぬんじゃないか。水で死ぬんじゃねえ、これ。たくさんのものを送れたとかよく考えて。な、何の話なんだ弁蔵さん可愛いよ、弁蔵さん。やだよ、あんな四角い顔。ペヤングかよ。キテレツは原作が短いから。そうらしいよね。原作から。うわ、水来た。四角これ。原作何巻だっけ。うわー、何か、あ、水の上立ってる。いけた。いけたぞ。カバオットくん父ちゃんの入れ歯めっかった。カバオくんは本名なのか、あれ。まさか。キテレツ曲以外はあまりしない現実。キテレツ曲以外あまり？曲以外あまりしない？あまりしない？曲以外あまりしない。エンディングテーマがちょっと大人っぽい。ミオちゃんのなんか目線みたいな。ウコンがある。ドラえもんって近所からどう思われてるの？ほんとだよなぁ。あいつさえいれば、あいつの道具さえあればみたいな。意外と感づく人いるよね。ああ。でもキテレツって初めての宙じゃない？どっちかっていうと。なんか枝来た枝。投げるやつだった。いやでも、ドラえもんってさ、両親があんまり使わないよね。両親でもたまに使うじゃん。のドラえもんの道具。たまーに使うよね。正直国の何かが動きそうだよな。本当だよ。僕のブラク焼き。なんだって？なんだって？死な、待て、しがらき焼き？たぬきか。このゲームどこまで行ってもなんかあんまり危機がない、ね。あー、はいはいはい。もしかしたら他の人たちからは普通の人間に見えている可能性。嘘。ドラえもん青い理由って今違うんだって。そうそうそう。何の曲これ。飛んでいく。水。水こっちあんじゃない？ダメか。行き過ぎた。昔はネズミにかじられただったけど、今何？振られ、失恋の。塗装画ではなくなったってこと？ネズミ噛まれて泣いてああなったんじゃないの？そうそう、なんか塗装が剥げたとかなんかいろいろあるよね。青ざめたとか、塗装が剥げたとか。なんかあったよね。俺も忘れた。耳かじられたショックで青くなったんだって。あれはそれは初期じゃん。ショックで青くなったんだよ。そう。なんか塗装が剥げた、泣きすぎて塗装が剥げた説と、青ざめた説と、そう。そうなの。いや、それ、今は違うらしい。それはね、いや、いや、そう、今は違うんだよね、だから。今なんだっけね。青く体を塗ったのが自分。耳ってただの飾り？ロボットがプトス。いや、本当は機能がついてるはずだよね、あれ。ネズミに耳をかじら、寝た。かじられるっていうのがよくわかんないよな。食い物でもないのに。っていうかさ、23世紀ってなんでネズミがあんなとこにいんの？それが謎だわ。ネズミはなんとかなんなかったんだ。じゃあなんで、ちょっと待てよ。ドラミちゃんがなんでにゴキブリ嫌いなの？理由。ねえ。ほんとだよね。塗装って何のためしてんだよな。色だけじゃないはず。管理体制のドラえもん泣きすぎて塗装が剥げたのは劇場アニメで見たな、うん、ドラえもんの彼女とかも昔はいたらしいからね。細長いやつ、細長いドラえもん。第2シーズンの頃はロボットのネズミに耳噛まれた。ロボットネズミなんだ。なんだそれ。マリオさんいらっしゃい。なんだロボットネズミって。
もうなんかちょっと今騙されかけた。ドラえもんには静香ちゃん以外の女の子がほぼ出てこないことに気づいてハッとしたな。あんまり、まあ、たまに出てくるよね。という事実。レンタル、嘘。道具、あー。っていうかさ、NHK のさ、なんか高校生が見る国語の番組みたいなやつにさ、カモメンタルっていうお笑いの人が出ててさ、なんか片っぽ男片っぽ女の、そういうコンビなんだけど、両方男らしいんだよね。あった？それ何？ちょっと待って、何だった？みんな知ってるよね。カモメンタル両方男だってびっくりした。ドラえもんの彼女、泣きすぎて声が枯れて、ちさ太郎から信代の声になった。ちさ太郎だったの最初。これ何？ちょっと見えねえな、これちっちゃくて。読んでくれ。読んでくれってことね。よ、ちょっと待って。NHK でも助走してんのか。これ今の説？せわし君がネズミだ。ガールフレンドに丸い、ね、丸いや、読めねえよ、字ちっちゃくて。ドラえもんの耳を噛み出した。字がちっちゃくて読め。この時青くなったのか。頭、はい、頭が丸くなった。だいぶマイルド。彼女に笑われて何だって。危ねえ、食った。笑われて青ざめた。結局なんか見たことないやつ。いや、わからん。投げ物。ちょっと待って、どうしようこれ。このゲームきっと終わらないぞ。マンモスって何なんだよ。もうちょっと文明レベルがいかなきゃダメかな。原作からすれば結構離れてるしな。まあな。あれ、これが古い方なのか分かんなくなって。古い方じゃないのこれ。オイルの濃さで機能が変わった。ドラえもんとドラミちゃん、犬型ロボットってなかった。分からん。だって話もあったね。わら、無駄に女装の完成度高いんだよ、ね、そうなの。声、俺女だと思ってたんだよ。ドラゴンクエスト以上に雑談がはかどるゲームだな。そう、いや、これは本当そう。それを狙ったのも若干あった。クッと。ドラクエはね、ストーリーが若干あるから無理なんだよ。丸くなった頭を笑われてしまったから泣いて、はい、その時の振動では下駄とかって書いてあったね。はいはい、なるほど。でもあれ昔だよ。あれ昔の設定でしょ。アニメの設定でしょ、新しい設定って。あれ漫画でしょ、あれ。青ざめが初期でその後泣きすぎだと思うけど、いや、その後は分からない。その新、あの、だから、ね、わさび版のドラえもんでまた違うこと言ってるんでしょ。そういうことじゃないの。俺はそっちだと思ってたけど。腕が。元気の巣と間違って悲劇の巣を飲んだとかいうのが後らしい。何それ、何それ。ネズミにかじられて元気出そうと思って飲んだら、それさ、悲劇の元って誰が何のために作ったんだよ。いや、なんか不良品っていうか、油の問題でなるね。何の油かわかんないけど、なんか良くない。青く塗装されたみたいな話なかったっけ。いや、青、塗装が剥げて青くなったは知ってる。寝ちゃった。どうしようこれ。このゲーム手応えがない。ロボット油の上積みかな。そうそう、上積みを使ったのがドラえもんで、溜まった濃い部分を使ったのがドラミだよね。で設定変えるの？なんだろうね。なんかやっぱちょっと分かりづらいって話だよね。不良品なんだ。でもあれってさ、量産されてるんでしょ。申し訳ないけど、もう一枠でラスト枠取ります。寝る方はおやすみなさい。次枠で決着をつける。四次元ポケットだけ置いていけばいいのに。俺もドラえもんください。あれ、どういうもんなんだろうね。普通に持つとなるとルンバみたいな感じかな。高そうだけどね。たまにドラえもんってなんかすげえ借金抱えてうえーってなんない？のび太が勝手になんか買っちゃったりとか。もしもボックスだけでいいですください。うふふふ、おつ、あよつ、量産型ドラえもん、俺も助けに来てくれよ。四次元ポケットに引きこもりたい。どうなるんだろう。あれかな、ドラゴンボールのあれみたいなのかな。かりんとうの上のリースらしいし、わら、リース、あ、言ってたね。次はくです。はい、寝る方おやすみ。どうやって払ったの、ミニドラ量産型。ミニドラ、いや違う、本当に意図せずだいぶ放送してしまったな。タイム押してなかった。はい、ここなんか結構いい食い物がいっぱいあるな。ドラえもんの学校あるよね。ていうか、あれ、ドラえもん自体があれ量産型だと思ったけどな。投げ物かな。投げ物だった。
生き物がいないな。あー、どういう動画を作りたいのか未だにつかめない。いや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 、これを、それは教えられない。おしゃれな模様なんだっけ。一家に一台ドラえもん。え、ドラミのポケット、あ、そう、花柄だよね。千秋。いやいや、ちょっと待て。いやでも地震大変だったね、あれね。急だけど、放送中に地震が来て、結果なんか長野の方ですげえ地震だったけど、おさわるさんはまあ無事だったらしい。おさわるさんとかどんぐらい入れたんだろうな。パラレルワールドとか時間軸系の話好き。おっとおっと、腕が強くなるが、こんなとこに。静香ちゃんの声だけでも前の声優に戻らないかな。いやもう声優はいいわ、正直全部変えてもいい。全部変えちゃってください。むしろ。もう、ルパンも全部変えた方がいいよ。もうマジクリカンじゃなくていい。おうおう、お風呂シーンはよ。お風呂シーンって最近やってんの？まだやってんのかな？いやー。俺、風魔一族の野望みたいなの声優でもいいんだよ、ルパンは。もうでも、もっと若い人に変えなきゃダメだよな。フジコのアニメぐらい変えてもいいわ。ただ山ちゃんがとっつぁんはちょっとあまりにもインパクトが薄いな。スカイさんいらっしゃい。犬さんもいらっしゃい。皆さんいらっしゃい。ああ。腕ばっか強くしてるけど。クレシンだけじゃね、変わってないの。まだ変えなくてもいいじゃん。とか言ってお風呂シーンやってないんだろうな。いや、やってもやってないことはないんでしょ。ああ、いや、二十歳超えたよね。なんか酒が飲めるようになった。さて、前のジャイアンの声優と、なんかこう、二十歳超えたら酒を飲もうと言ってたらしいけど。で、寝た。あ、飲んでたのもう。すげえ。ドラベースって面白いな。一年に一回読みたい願望で来てするのがすげえ。ドラベースって、なんだ。名前しか知んねえ。教育悪いって言ってるやつが一番教育悪い。そうなぁ。やっぱいろんなことを知るべきだと思うよ。隠したって無駄だしね。本当に隠さなきゃいけないことを教えなくていいことってあるけど、そこまで隠さなくてもいいっていう。ドラえもんが1話しか出てこない野球漫画。あー、なんでドラえもんは声が変わったと思ったら発言まで丸くなったのか。俺がショックなのはガチャピンとムックの声が変わったことだわ。冷たいらしいか、嘘、冷たいの。なんでだよ。あいつでもなんかちょっと人間としてちょっと難しそうだもんね。元スネ夫の声優なんてんだっけ、あの人。おお、え、ガチャピンとムック声変わったの。もうなんかとんでもないわけのわかんない声になってる。スネ夫って金持ちだけど、なんであんな貧乏くさいん。え、貧乏くさいっけ。あの赤と緑声変わったんですか。おっと、石尾の、あ、変わった変わった、すげえ勢いで変わってるよ。びっくりする変わり方してる。誰ってですぞとか言わなそうな感じだよ。やべ。疲れたらへこむな。ね、ほんとだよ。やべやべ。邪魔す。ほんとにこれ、斧になってるこれ。見えねえ。ジャンプしちゃダメ。寝るよ、これ、きっと。危ない。腕ばっか強くしてもしょうがない、これ。今でも変わらないドロンボー一味。あー、ドロンジョは、のび太の声の人だもんね。なんか今、待てい。和菓子。いっぱい和菓子。あ、今なんか右下にあった。腕青い。これは？足か。あれ、ボディが光るやつ、なんだこれ。ボディが光るやつがないな。スキーとかもできないんだ。それは大丈夫だ。いや、あれ三悪人がメインでしょ？投げ物だった。ああ、どうなんだろう。そうなの、初めて聞いたとか。白黒時代はわからんわ、さすがに。失敗して頭から落ちてた時はマジで心配だ。どうせ沢城になるんじゃねえの。だ、あ、な、誰、あー、え、ドロンジョ。ドロンジョはやれるだけやるんじゃない。ラムちゃんのせ、なこれ、なんでもかんでも沢城すぎてな。ねえ、え、嘘、そんなに多い。他何、フジコちゃんだけでいいわ。あー、何これ、え、え、なんだこれ。
はぁ、あ、敵じゃねえや。なんだよこれ。おほほほ。今後の田中敦子枠になりそうだよな、沢城。あー、リュールね。パクロミとかね。トゥイース。ダメだこれ。パクロミってあの人、日本人じゃないんだよね、若干。すげえ名前だと思ってたけど。すげえよ、あの名前のまま行こうって言うんだからすげえよな。パクロミ派黒人枠だけどね。黒人なの？女の黒人の？これいけっからどっか。ないな、これ以上。あっぶね。これは死ぬ。これは死ぬぞ。江戸の声の人？江戸。ゴリ押し一応ありますかね。江戸江戸ちょっと待ってよ。カウボーイビバップ。ロが日本の漢字にないしな。ロ、あ、そうなんだ。へぇもうやってないと思う。おぉ。ゴーリキアイメゴリ押し。終わったよ。終わったよね。ハガレンの江戸。ああそうだわ。その人だ。ハガレン、ハガレンね。ハガレンってどっちがいいの？昔の方がいいの？新しい方がいいの？アニメは。寝た。雨の中寝た。すべの動画見てみたら本当に G と M の声変わってた。悲しいな。すごくない？すごくない？あんなに一気に変わるんだってレベルで変わってるでしょ。ガチャピンとムックマジすごい勢いで変わってんだって。結構今年の頭ぐらいから変わってるらしいんだね。でもガチャミとムックがレギュラーで出てる番組でどこ？食べちゃうぞの声じゃなくなってるの？そうよ。全然関係ない声になっちゃった。上がるかが出演が少なくなるポイント。あ、どうなんだ。いやでもあの人出世してねえから大丈夫だよ。あんだけご利用しされて売れればまだあの千年に一人みたいなレベルでまあね、人気が、なんつうんだろう。そこそこになればさ。でもあれ千年に一人はちょっと言い過ぎだよな。俺の中のガチャピンはリアルボンキッキで埋まって終わった。リアルボンキッキね。別にどうでもあの人。俺でもあの千年に一人の人ガチャピンはボカロまで出しちゃってたのにな。あの三白眼のところが最高だよね。あれをちゃんとカラコンでごまかしてねえところとかすごいいいと思うよ。あれは。よくやったと思う。三白眼ファンとしては。あんま日本人にいないタイプの。あ。怖いから変わった声聞けない。そうでしょ。すごいでマジで。なんだこれって感じで。これは変わらないで欲しかったって感じだった。ガチャピンとムック。私の嫌いな探偵とか見た？あれ面白かった。あと、ゴーリキがちょっと頑張ってた。三白眼いいけど、白目はやめて。えあ、ガチャピンの方びっくりびっくりしたし。ボカロなんて食べちゃうぞ、うざせしかない。って言ったら一発で改変 OK もらったとか、若干滑り気味のドラマか。日本版で改変しようとしてる。誰に何のゲームの話だ。なんだろうね。え、外国の人に、難しいな。どこから質問すればいいのかよくわからん。何のゲームの話なんだろう。デストロイオールヒューマンです。ああ、はい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 。へえ。なんで難航したんだろう。あれめっちゃ声優使ってるよね、でもね。日本版で改変しようとして開発が難色。なんでだろう。なんか日本語化するのにとか、ローカライズするときになんか変に作り直さなきゃいけない部分が多かったのかな。そうなんだよね。完全にビーストウォーズだった。声優。うん、声優。ガチャピンは前のあの声でボカロ出してたんだから、それ使って喋らせればよかったのに。へえ、そうなの？あ、その話をしてたのか全く分かんなかった。カッペ？ワンワン変わったらショックで仮装。最近ワンワン、いや、ワンワンはな、大丈夫だよ。中の人が変わらない限り。中もちゃんと蝶さんがやってるから、ワンワン。わら、2時をお知らせ。嘘でしょ。あ、俺、時報消したな、ちゃんと。あ、ニコニコの2時お知らせは誰かガチャピンかなんかやるんだっけ？ローカライズ用に原作無視して完全ギャグにしたからな。デストロイオールヒューマン。え、元からギャグだよ、あれ。元からギャグだよ、俺。1も2も持ってるぞ。なんかある。あ、寝たー。明日学校寝ろ。学校やー。なんで学生が今日多いの？俺はニャンチューの声が変わったらショックだな。ちょっと待て、つくい強制は変わらんだろう。あの人若いよ、まだ。どげね。ゲーム内ではね。お、魂が一つになった。死ぬぞ、これ。
この枠内で死ぬかな。さすがにラストワークです。学校休んでいいですか。休めばいいよ。休みたいやつは別に義務じゃないからあ、義務なのかな。1個目さんは行きたくなかったら行かなきゃいいんじゃない。顔からね。でも行ったら案外楽しいんだよ学校。ウルトラマンオープニングそっくりなの入ってたのってあれだよね。ウルトラマンオープニングそっくりなの入ってたのあれだよね。にゃんちゅう何の話を突然し始めた。なんだこのてっぺん。3連休永遠に続け。3連休じゃねえじゃねえか。人に会いたくない人に会いたくデストロイ。あ、デストロイか。ウルトラマンオープニングそっくりなの入ってた。いやートップを狙いじゃないそれ。わかんない。てか、なんかそんなに作り変えちゃってるな、映像まで。学校行きたくない。でも、テストか。好きな先生の授業あるしな。行きなさい。1973年からか、わら。デストロイ・オール・ヒューマンはオープニングの広川太一郎さんだけでも満足。マジで生きてたんだ、あの時。でかした。行ってらっしゃい。なくてもいい感じもするけど。学校行きたくない。リアル役にするよね。嫌だな。学校楽しかったけどな。でも受験生だし、わらわら。にゃんちゅうの声がアダルテすぎて、俺の中では歴代のお姉さんと男女の関係があることになっている。スクイ教生そんな感じじゃないよ。写真見てみ。なんか山口カップ、昔の山口カップみたいな感じだから。ランマの頃の山口カップみたいな感じだから。若干なんか、お姉系だから、あの人。こにゃさんしとくわ。はい。よろしく。会社に出ると仕事嫌になるからな。俺別に仕事は嫌じゃなかったな。俺は意外と楽しかった。仕事は楽しかったけど、ブラックな仕事だったからやめた。学校サボってみる。1、2の算数。はい、なんて読むんだそれ。なんて読むのそれ。ゆり、ゆり、かかな。これなんだこれ。食い物だった。あくまでにゃんちゅうの話ね。わら、中の人のことじゃなくて。おわら。あ、つくい教室じゃなくて、あ、そういうか。ゆりか、女の方なのかな。マジ女学生だか。女学生なの。ちょっと待って、いや、にゃんちゅう、でもにゃんちゅう俺好きすぎてさ、ぬいぐるみ買ってっからね。喋るやつ。そのにゃんちゅうのぬいぐるみが出来がいいんだよ。でも意外と出来のいいにゃんちゅうのさ、ぬいぐるみがないのよ。世の中に。女だ。物どもかこの。もうやめろ。女子はたまに迷い込んでくる方が。あれ喋るんだ。おいわら。たまにいるんですよ。ちょっとさすがに範囲外かな。何か何か。やめろやめろ。よし。最近女の人はあんま来ない。いや、来ないことはないけどな。この前なんか、意図せずコラボ枠だったけど。女子大生と。にゃんちゅうは元のぬいぐるみのコピーでいいのにね。何元のぬいぐるみのコピーって。え、何が変わったの。飛び方。あ、そういうことね。飛び方し、飛び方気にすんの。先日ガチャポンやりました。はい。所長さんは実は女だったって。なんだよその。おい、なんだよそのあの感じ。わらわら。なんだっけ。え、寝た。いやー、その待って。なんて読んだっけ。中三。ユニカさんはイエイを取ってくんないの。イエイは取らないんだ。そろそろお達者しそう。嘘嘘。死ぬ。なんでこんなわけわかんないゲームやってる時来ちゃったんだよ。中3。中3大変だな、でもな。大変だよ、中3は。中3って、中2より中3大変だよ。中2の時楽しかったな。受験か。そうな。でも決まってんのも。もう別に悩み事はないのかな。もうあとは。オープニングよかった。あ、マジで。わら、あと2年くらいしたら足裏画像送付してね。あるよ。あるよ。あるか。そっか、じゃあもう安心な感じなの。受験受けたことないんだよな。嘘。嘘との点やばしわら。嘘。高校ちゃんと選んだか。いや、もう選びようがない場所なのかもしれんし。どうなんだろう。結構リア充ですか。え、リア充じゃないんだっけ。リア充しねえとか言ってたんだっけ。ああ、受験、あそこ受験生ね。三連休が永遠に続けて言ってたんですか。そっか。いや、でもほんとね、ちょっと、ここはみんなね、大人な人、年齢的に大人の人がいっぱいいるから、いろいろ質問してください。入った高校イケイケ高校の時どうすればいいかとか、中学のうちにやるべきこととか、全部聞いてってください。好き
きなことしてたら、うん、別に彼氏彼女がいなくたって別にリア充だからね。いることがリア充ってことじゃないからね、本来。学校楽しいとか友達と今なんかすごい別に特に悩み事もなく仲良くやってるのはリア充だから。はぁ、あ、なんか現役生多くていろんな思い出フラッシュバックで肩に狭いんだけど。なんでなんで。お父さんいくつ？あー怖いね。それ聞くの怖いな。残り13分もあるのか怖いな。質問できるな、まだ。お父さん多分ね、下手すりゃこれ、30代。いやいや、チューするとかマジないわ、わらよねー。わらわら。久々に来たな、チューさん。一生できんからもうどうでもよくなってきた。あの頃全力でフラグへし折ってたのを今になって後悔しとる。ああ、なるほどね。ニコ生は若い人多いからね。そうだね。なんで今日に限って学生さん多いんだろうね。こんなおっさんの枠に、こんなわけのわかんないゲームをやってる時に、この枠はかなり平均年齢高いと思う。そうね、でもなんか幅広いよね。意外と10代とか普通にいるから、10代も比較的多い。なぜかわからん。コメントの感じが年齢語ってない気がガンガンする。なんだって。いや意外とまともだよね、コメント。他に比べると話したりするだけでも結構楽しいのよ。明日学校だから現実逃避してる。いろいろいていいじゃん。いろいろいていいじゃん。そうね、幅広いよ意外と。でもやっぱ生主の年齢に近い人が集まるよね。俺の精神年齢に近い人が集まったりすることもある。悲しい理由かも。うわー来たー。友達少ないけど楽しい。うん、いや多くなくていいよ別に。量より質よ。7歳くらい。7歳。今の若いやつ家中に病にも理解ありそうで、ね、そうだな。意外とな、昔よりは理解は進むよな。40後半だと思われてた。ねえ、マジか。ところで主さん、はい、わら、失礼ですが。あ、寝て死んだ。寿命で死んだ。38歳だよ。こんなんでも38歳なんですよ。ワンワン。お父さんにかなり近いんじゃないか。お父さんと趣味合うんじゃないか。懐かしい響き。笑っとるよ。遠いね。わら、17歳でしょ。一番最大で年下、付き合ったことある年下、17歳年下ですね。それぐらいな感じです。精神年齢はそんぐらいの感じです。年齢問わないから。性別、いや、性別は問うけど、種族は問いません。何ヶ月か分かんない。ダブルスコアか。ダブルスコア？犬さん、そっか、19か。しっくり。あー近い、あ、ほんとだ。ゲームのに話すことないもん、このゲーム。意味が、死んだら、なんか全部もう、盛り返したの、これ。あー、これやりたいことあった。性欲は見たくないんだってば。いやー、性欲、そんな、どうなんだよ。だって語ることないし、種族、わらわら、ドワーフもいけるのか。いけんじゃん、分かり合えれば。相手を尊敬できるポイントがあればな。年齢に問わず、尊敬できるところがあれば。おそ、あ、そうそうそう。2016年から楽しみだよね。やっとだよね。ジョジョは来年1月だしさ。2016年の。一匹もか、いないんだよね。あ、寝ちゃうんじゃん、これ。てか、これ、なんか、これ、ないの？これ持ってくるといいこととかないの、これ。16年まで生きてるから。16年、嘘。マジか。結局、マンモス狩れないからよくわかんない、このゲーム。いや、俺、進撃の巨人アニメ版しか知らないけど、すげえ楽しみだわ。今年の寒いところにいるの？嘘。嘘でしょ？消防隊行ってもそれ言ってるでしょ？4部みたいね。森尾町だっけ？そうなの、あれは、いや、あれ違う。あのね、ジョジョはやっぱり第1部、第2部、あのテンポで、やったからよかった。強いんだ。あのテンポで、どんどんやったからよかったけど、3部は切れないからさ。切ると今度なんでやるのってなっちゃうから。ちょっと難しいよね。やっぱりちょっとだれちゃう。中だるみあるから、一回切って正解だった。面白いけどな。面白いけど、やっぱ世間的にはあんま話題性ないよ、ジョジョ3部。俺は4部も見たい。でも4部はやらないんじゃないかって言ってたな、ヨネが。ジョジョに詳しい、ヨネが。説明書の地図見てても迷子になるよね。嘘でしょ？説明書に地図があるの？第3部はね、カットできないんですよ。だから、第4部はやらないんじゃないかって、まあわかんない。3部の売れ行き次第ですね。え、地図ある？説明書に？説明書に地図？そんなものがあった。うわ、あった。左下だ。でも、川？海？あれ？いた、いた。どこがこれ、自分がいるとこだ？ジョジョ映画やだ。あー、わかるけど。ここ2日間とかなんだよね。
学校でジョジョだのジョジョなどうるぜえよ、わら。寄生獣ってアニメあるの？アニメは今んとこない。あ、いや、今やってるよね。今、あ、やってんだっけ？意外と評判いいよね。アニメ版。寄生獣今やってるやん、わら。うん。要は円盤いっぱい売れれば4部5部変わっていくわけで。そうそうそう。もちろんもちろん。売れればやります。売れなければやりません。だから3部は、うわ、なんだなんだ、見たことないやつ来た。来たー。かわいそう。右。右。右の声はなんか平野綾だっけ？タバコに謎の影は言ったのはないさ。ダチョウ？はいはい。ダチョウかな？なんだろう。食っちゃおっかな。ダチョウに走って追いつく原始人。タフだな、かなり。いや、でもこれ、このゲームちょっとどうしよう。ゲームの反則のためとかね。でもちょっとジョジョはゲームちょっと大失敗しちゃったからな、一回な。今思ったけど、このゲームなんだ。わら、マイクラのパクリか。あー、なんかわかる気するけど。マイクラよりももっと原始的な感じだね。見た目通り。どこに？嘘？なんかサイレン2みたいだね。これ今原始人がなんかやってるゲーム。香ばしすぎる。ちょっと待ってね、砂漠がここでしょ？あ、じゃあそう、下だ。右下だ。ちょ、これあと7分でいけるかな。寄生獣とかマンダリンの気悪さ、お腹いっぱいだわ。ヨルムンランドのブルーレイボックスをアマゾンでポチったけど、くっそ高かったです。ガルパタとか、ひこきない、わらわら。オープンワールド系としてはかなり早い時期に出てたんだけど、ピエール滝は進撃の巨人にも出るね。そうか。あ、嘘。実写版？もうそんなに決まってんの？わらわら。電気グルーブにセカオワのパクリ受けたやつ思い出したわ。え？セカオワの、あれ何なの？あれ、待て、あれ何？セカオワのパクリ、どこを言ってるわけ？俺には全くわかんない。なんかいる。キモい。おい、砕けたよ。マンモスを探そう。食べ物だったの、それ。スティービーワンダーはワンオクのパクリってのもあったな。恐竜？恐竜、だからトカゲっぽかったね。とりあえず抜けます、ここは。雪が近いのかな、これ。走る走る。セカチューのタイトルをエグアのパクリっていうやつ。何それ。某プロジェクト。ああ、そういうことか。そっちか。それは、それはないわ。逆だろ。25年前からパクってたのバレたか。話題がものすごい勢いで変わってくぞ。あ、そうそうそう。女子高生とかしかついてこれないから。全然わかんないわ。みんな女子高生だから。どこら辺の世界が終わっているのか。おーい、灰色バージョン。今の中学で流行ってるの何よ。進撃の巨人は見て、原作は読んでないでしょ、さすがに。すげえ気になる。その世代の、世代間のギャップがすごい俺は気になる。なんだこのちょっと緑いってるとこ。どこだろう。セカオワはボーカルの子がかなり痛々しい感じで面白い。キャリーパミュパミュと付き合ってた人、付き合ってたのか付き合ってるのか。おい。妖怪ウォッチとか。妖怪ウォッチやってんの？ポケモンじゃない、どっちかっていうとまだ世代的には。寝るし。あと5分。ゾッド、知らないけど。いや、まあ、やー、どうなんだ。今、ゲームじゃないんじゃない？どういう、この、ゆりかさんはやってる気がする。妖怪ぼっち、若干、それが負の要素を、マシロンの要素を感じるよ、これ。俺の顔を気にしろって。プリクラで嘘の顔集めて楽しいのか聞きたいわ。わら。嘘の顔。うれえ。とかぼっちだったわ。嘘。あ、そうかな。どうだろうな。俺ってこんな歌も歌えるんだぜ。かっこよいだろ。って感じでチラチラカメラ見るのが面白い。マジで？海王岩飛び火。わら。マシロン思い出すな。マック行くと妖怪ばかり流れてる。あ、マジで？あ、そうなんだ。ヨーデル。俺、妖怪ウォッチの歌が嫌いなんだよ。今日の米の雰囲気変わってるな。ねえ、そうだな。今日はちょっとなんか、時間も時間だしな。俺もよくわかんないゲームやってるし。いやー。でも流行ったもん勝ちだよな、世の中なんてな。本当に内容なんかどうでもいいんだよ。そう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 。わーい。わー。泳いでるよ。あれ？泳げるようになった、まさか。
レベル5なんだよね、流行らせるの。いや、そんなに流行ってなくね。あ、なんかある。中学は結構ぼっちで過ごすことが多かったな。ほんと。そうね。俺最初、なんかちょっといじめられてる子を助けていじめられたんだよね。わら。ジャンプしてるからダメだよ、これ。いじめられてる、小学校の時に仲良かった女子が、中1の時いじめられてさ、死んだよ死んだよ。あ、テラフォーマーズ面白いね。銀玉とか大乱闘とか、はい、わらわらいろいろある。大乱闘ってスマブラのこと？銀玉ってどれを見てんの？アニメやるらしいじゃん、また銀玉。窒息、わらわら。マックチャイナ復活しないかな。どれ？学校でか。学校、やっぱ学、そこら辺だよな。今でもあれだな。俺たちが知ってるものとかなんだな。もっと今の若い子特有のものって何なんだろう。全くわからん。音楽もよくわからん。いじめなんてするのかがわからない。体力の無駄だよな。いやだからわ。放送ってどう考えてもおっさん向けなのになぜか中高を送るよね。いやもうみんな精神年齢若いから。ヒカキン流行ってんの中学校で。いやあれじゃねえ、魔法とじゃねえの。中学高校は魔法とじゃねえの。俺は好きだが。わら、うん。お、東方行くんだ。やっぱ東方、中学生って普通に東方とか行くんだ。進撃にジョジョ、あ、ジョジョ行くんだ。第4部ちょっとマジで。な、やっぱカンコレでしょ。カンコレ流行ってんの？本当に？東方の元のゲームは流行ってないの？いや、どうなの？どうなの？東方って何を見てんの？ゲームやってんのかね？もしくは？夢についてはさかなクンの文章がすごくわかりやすい。何？ムド。中学校はドブロックじゃないの？ドブロック。わら。ドブロック。マジでか。どういうゲームなの？うん？カンコレ、あ、カンコレはなんだ？ちょっとお色気のあるなんかゲーム風のやつ。クッキークリック。はあ。俺はね、ナイトヘッドとか、いや、なんだろう、深夜イカ天？今のいじめってイカ天とか。知らんけど。え、ちょっと待って。ちょっとみんなさ、ゆりかさんに興味津々なんだけど、LINE ので揉めたりってやっぱある。中学生ってあれでしょ、ポープロジェクト。あー、なんだっけ、ジャムプロジェクトじゃなくて。だっけ、あ、そうだね。うん、ほんとそう思う。影プロか。ジャムプロジェクト。私はか。そっか。じゃあ他の人はあるんだな。春画集め。そりゃそうだ。ああ、既読スルーね。どうなんだろう。だから若干でも大人でもなんか若干あるじゃん。誰ってなるじゃん。多分な。大人だって既読スルーは若干、ん？ってなるけど、そんな揉めたりはないからな。ただ、ブチ切れた時にまとめて出すやつがいるかもしれない。お前既読スルーすんなよっていう大人でも言うかも。夢で繋がらない人間はどうしたらいいんですかね。いや、繋がりたいの？ちょっと待って。夢使いこなせなくてもいじめられたりはせん。ああ、実際はほぼないんでしょ。で、やっぱり、実際はな、これ全部であるわけじゃない。これセーブってできんだよね。やべ、セーブできるか。親が子供に 3DO とか与えたりしてたら性癖ひん曲がるやろな。わら。コミュニケーション能力を高めよ、わら。そうだな。しょうもないこと。いや、昔より今の方がコミュニケーション能力を高めるのに結構大変だよね。でも修行としてはいい時期かもしれないね。よし、じゃあ今日はここまでにしようか。みんなもそう、寝てくれ、ちゃんと。学校の人は寝てくれ、ね。会社の人も寝てくれ。おつ親からゲームボーイと言われてゲームギアプレゼントされた。何の話だよ。おやすみ。おいらの発言が所長にスルーされるのと同じか。ごめんな。やだー。じゃあ一分延長してやろう。いやでも寝なきゃいけない時がある。おつでした。ちょっと待って、何を言ってたって？影プロ言ってんじゃねえか。かまってほしいオーラ出しすぎるとダメだよ。あとタイミング大事だから。コメント書くタイミング大事。学校やだー。お、ここにもいる。二人もいるのか、学校やだって言ってる。